おい、村雨さんコメントありがとう。稼ぎに来ました。どうもどうも。お疲れ様。ゆりさん、初見さんかな？ゆりさんは。どうもいらっしゃい。和道です。よろしくお願いします。今日は寝ないで配信かな？ずっと。まったりやってこう。はい、和道2。いやー、今日はコラボ忙しかったね、本当に。久々、ほっぺと会えて嬉しかったよ、俺は。配信会全体盛り上げていきたいね、またね。やっぱさ、なんだかんだ言って、神会って呼ばれるのは、あれじゃん。もう、やっぱコラボだからね。いろんな人との、もう人間模様が面白いわけだから。もっともっと、絡める人、増やしていかないとね。おー、あやかいらっしゃい。いつもありがとう。あとありがとう。残りね、10日で7万稼いだら夢が叶うんで。残り10日間頑張っていきたいと思ってますんで、よろしく。一回ね、月末になっちゃったらね、パーになっちゃうから、稼げるときに稼がないとね、やっぱりね。今流れ来てるから、この流れに乗っかってやっていきたいですね。まあでも、金金してても、あれなんで、まったりやっていこうと思ってますよ。まったりまったり。自分のね、実力を上げて、楽しい配信やってれば絶対人は見に来てくれると思ってるんで。おー、なぎたんいらっしゃい。おー、ギュアス、今日来なかったじゃん、ギュアス。いらっしゃい。ギュアスいないと調子出ねえよ。来てくれてありがとう。なぎたん、あれ？サムネこんな感じだったっけ？なぎたん。美人じゃん。いらっしゃい。楽しんでて。1日1万ぐらい。そうだね、今のペースは、ちょっと見てみようか。今のペースはね、枠開いてる人開いてない日があるけど、昨日はね、もう日付変わってるもんね。日付変わって昨日、アイテムリラキ見てみます。5000ポイント、6000ポイント、6000円。20日がね、1万3000円ぐらいかな。20日が1万3000円。で、18日が8000円。17日が1万ちょいかな。いや、ムラがあるね。まだ安定はしてないかな。でも最近だんだん1日1万、まあ枠をちゃんと開けば、1日開けば、まあ1日1万は稼げるようになってきたかね。うん、おかげさまで。みんなのおかげだよ、本当に。いやー、本当にありがたい。ただね、仕事やってるから、1日分回せるのがやっぱり土曜、金、土、日とかになっちゃうから、そこはね、うまくバランス取りながらやっていかないと。俺はさ、一人のリスナーさんの負担がでかくなるっていうのあんま好きじゃなくて、やっぱり、なんていうのかな。100万円を一人からもらうよりも、1万円を100人からもらうっていう、そういう100万の取り方したい、と思ってるの。で、そうすればさ、なんつうんだろう。一人の人からガーってもらってるとさ、その人がいなくなった時のダメージがでかいからね。うん。お、匿名でありがとうございます。ワドツです。あ、ね、リスナーさんからね、やっぱね、他の配信者にバレたくないっていう意見が多かったから、誰がね、いくらポイントやってるか、非公開にしました。非公開にしました。なので、安心して、匿名でも全然、相手も構わないけど、非公開で全然いいですよ。やっぱね、なんかリスナーさん同士で誰々に、誰がやってたぞとか、あるみたいだね。じゃ、KP しようか。KP。そうそう、ダメージでかいし、結局、なんか、ね、俺が求めてる形は、やっぱり仏教的なお布施の、お布施っていうのかな。やっぱり、その人ごとに収入があるわけじゃん。だから、みんなが負担のない、お小遣いの金額を、ね、投げてもらって、生計を立てるっていうのが、俺は一番いいかなと思ってんの。うん。だから、そうだな。例えばさ、収入が月収15万の人は500円でいいと思ってんの、1ヶ月。逆に、収入、そうだな、100万とか稼いでる人は1万円ぐらいくれたら嬉しいし。なんかそれぞれの事情があるから、あんまりがっつりっていうよりも、まあお金持ってる人はね、好きになったらがっつり投げてくださいっていう感じで。お金持ってない人も気持ちで全然いいっすよっていう感じ。さっき言ってたのは配慮してくれてありがとう。そんな優しい和道さんが好きだよ。あ、ありがとうね、秘密のコックさん。やっぱさ、リスナーさんありきだと思ってるから、これいろんな考え方あると思うんだけど、配信者によって。俺はもうリスナーさんがいないと配信は成り立たないっていう考え方の。
だから、観客がいないところでどんなに面白いことやっても、笑ってくれないと意味がないんだよ。うん。おー、いいね、いいね。そういうのいいじゃん。じゃあ、なぎたんがさ、パチンコで勝てるように祈ってるよ。うん。なんていうのかな。どんなに面白いことやってても、見てくれる人がいなきゃ、ただのデクノボーだと思ってるから、ね、どんなにつまらないことやってても、人が見てくれたら、俺は、それは成功だと思ってるから。だからやっぱね、見てる人次第なんだよ。ファンを大事にできないやつはダメよ。それはなんか、プロとしてのあり方だと思ってる。それはプロ意識だと思ってるから。なんかこう、ね、でかいスポンサーさん掴むのもね、それはロマンがあることだけど、人間ってそんなね、続かないから。10年、20年、100万とか1億とか落としていかないから。それは俺よくわかってる。やっぱ細く長くですよ。長く付き合っていきたいから、俺は。リスナーさんと。それこそね、ああ、もうワド見始めて10年か、とかさ、そういう風になってもらいたいしね。結構長いわ、とか。ちょっといいことあったので、今日はポイポイ投げてみる。ありがとう。うん、いいね。嬉しいよ。そうだね、最初は良いし、楽かもしれないけど、続かないと思う。そう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 。やっぱりね、なんていうのかな。その場のノリとかも大事だと思うのよ。よし、今日は誕生日だからとか、今日頑張ったからポーンっていうのも大事だけど、なんていうのかな。やっぱりその多くの人に愛されたいよね。うん。それが俺のスタイルかな。だから結構有名なさ、スポンサーさんとかも結構見に来てくれたりとかもしてるけど、本当に気持ちでいいですよって。特別扱いはできないですからって。うん。そんなに他の配信者みたいに何々さんあざーすとか特別なことはできない、みんな平等に扱うから、それはさ、差別をしたくないから。リスナーさんで見ててさ、なんか金投げたくても投げられない人っていうのはいるわけよ。その人の気持ちがわかるから、うん、だから俺は差別はしない、リスナーさんには。ただ感謝はするよそれアイテムくれてる人には特別に感謝はするけれどもね、それは普通なことだと思うから。ただ区別はしないね。感謝はするけど区別は絶対しない。うん、まあ変わんないっていうのはもう長いからね。そんな10年20年やってるわけじゃないから、うなとかね、他の人たちから比べたら何言ってんねん、長いとか言ってとか言うかもしれないけど、俺としてはまあそれを積み重ねてきて、そういう結果が今あると思ってるから。だからこそ続いてるリスナーさんだと思うから。とある配信者に嫌気がさして和道の放送にたどり着いた。なので、あちらにバレたくない。誰だろうそれ誰か DM 送ってくんない要は、まあ嫌気がさすような配信をする人。まあまあ、いろいろありますよ。配信はやっぱり。人間関係だから、リスナーさんと配信者も人間関係なのよ。そしたら嫌なところも見るし、嫌いになることもあるよ。うん、ねえ、ちょっと嫌な部分見ちゃったなとか。でもね、俺はね、人間関係崩れる一番の原因はやっぱ金だと思ってるんだよ。金はでかいよ。金の切れ目が縁の切れ目っていうでしょ。だからリスナーさんの負担にならないような支援のされ方が一番理想的だと思ってる。うん。ガチャヒロさんありがとう、風船。うん。秘密のコックさんもありがとうね、ポッキーさん、ポッキー。ダケさんこんばんは。楽しんでってください。これは誰だろうね、綺麗な女優さんだよね。いつも気になるんだけど。オードリーヘップバーンじゃないし、マリリンモンローじゃないし。匿名はね、アイテム投げるときだけ匿名でできるんですよ。うん。なんか風船1個投げてみるときに、風船アイテムボタンを押すでしょ？そのときになんか匿名で投げるみたいな、多分チェックボックス出るはずだから。一回だから投げないでテストしてみればいいんだよ、村雨さん。空打ちしてみればいいんだよ。マリリン・モンローか。うん。ありがとう、教えてくれて、あやか。マリリン・モンローか。ありがとう、ありがとう。俺はね、オードリー・ヘップバーンが本当に綺麗だなと思うんだよね。絶世の美女っていうのがよくわかる。オードリー・ヘップバーンは整形整形って叩かれてたらしいよ。本当の美人で整形とかしてなかったらしいんだけど。俺は別に整形やっててもいいと思うんだけど、プロだから。プロだったら別に整形いじるのも顔整えるのもちゃんと大事なことだと思ってるから。プロ意識だと思ってるからいいんだけど、でも女優のひがみで。期間限定アイテムじゃないと匿名できないよ。だから買い、あーそうなんだ。あ、ごめんごめん、村雨さんそうだって。期間限定アイテムだけ匿名でできるんだよ。オードリーヘップバーン綺麗だね。綺麗だね。本当に美しいと思うね。特にさ、白黒の背景に合うんだよ。白黒だからいい女優っているんだよ。
オードリー・ヘップバーン綺麗だわ。ねえ、ゆかちゃん。そうだって。うん。なんかね、期間限定アイテムの方が、そう、ポイント要はおすすめに載ったりとか、俺のデイリーランキングとか、ランキングに反映されやすいんだって。普通のアイテムよりも、だから期間限定のアイテムを投げるっていうことは、それだけ和道のことを推してるっていう。あとね、みんな勘違いしてる人いるんだけど、投げ銭じゃないからね。あくまでもこれは、ツイキャスで言うところのアイテムなんだよ。ふわっちのアイテムって。一番はランキングとか、広告的な役割が一番強いの。で、なおかつ半分もらえますよっていうシステムなんだよ。みんな、これ勘違いしてて、半分運営に取られるっていう風に思ってるから、俺は渋る人いると思うんだけど、普通にね、ツイキャスの広告だと思って投げればね、考え方変わるよ。それで半分、かつ半分給料として出るんだっていう。そう、それはね、俺も正直言うと、最初はね、いや、おまけではないんだけど、最初はぶっちゃけた話、ふわっちなんでやらなかったかっていうと、半分も取られるのバカじゃないのっていうのはあったの。正直言うと半分取られるのはバカ臭いって。なんでかっていうと、Google にも同じ投げ銭システムがあって、97% 俺に入るのよ。だから Google で投げてもらった方がいいわけ。しかも一発5万円まで投げれんの、Google の場合。だから俺は正直言うと、利率で言ったら Google の方がいいやってなってたの。ただ、ふわっちをやってみて分かったのが、俺、リスワンで1万円もらえたでしょ？他にも毎日毎日配ってるわけよ。頑張った人に配ってるの。さらに、ツイッターやってたら、ふわっちの広告見ない。ツイッターやってると、ふわっち、生放送は、ふわっちがおすすめみたいな、広告をしっかりしてるのよ。ニコ生やってた俺からすると、ありえないの。ニコ生やってた俺は、500円取られてすぐバーンされて、広告も打たない、システムも改良しない、なんか金払ってる人しか優遇しないっていうクソサイトだったのね。クソ運営だったの。だから、ふわっちはなんで 50% 取られても納得できるかっていうと、面白くしようって還元してるんだよ。いろんなところに。新規リスナーを呼び込もうとしてるの。だから俺はふわっちの運営の考え方が好きなの。しかも、運営に問い合わせの DM をして、必ずその日にメール来る。一日たりとも遅れたことがない。しかも超丁寧に返ってくるの。こことここがわからないんですけど、どこの書いてありますかって、あ、すいません、ここは載せてませんでした。すぐに URL、ホームページの記事を書き換えますと。で、記載されてない部分についてはこうですよ、こうですよって運営さんがすごい来る。こんな運営聞いたことない。うん。そうそう、それなら直接振り込むわって、最初は思ってた、俺も。全く同じ。誰かが匿名で投げたかは配信者側のポイントで、閲覧でも誰かが流れ分かるので配信者には見る。そう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 、俺は、あ、大体あの人だなって分かるの。大体。うん。今日この人伸びたなって。リスナーさんにも実は裏側のランキングがあるんですよ。で、誰が一番支援してますよっていうのは俺はもう手に取るように分かるから。うん。ツイキャスお金一切もらえない。その代わりお金はかからない。うん。そういう仕組み。ツイキャスはお金もらえない。だからみんなツイキャスではステッカーを売ってるの。ステッカーはその暗黙の了解で、そのツイキャスとツイキャスの配信者、キャス主の暗黙の了解。だからみんなステッカー売る。なんでかっていうと、ステッカー1枚6円とか7円で作れるの。業者に頼むと。だから、もう要は、あれだよ、お金欲しいけれどもお金を媒介する貨幣になってんの、ステッカーが。だから俺はステッカーだから嫌いっつってんの。そんなことやらないで堂々と稼ごうよって。稼ぐのは恥ずかしいことじゃないよって。ステッカー本当に買いたいの売りたいのっていうことを言ってる感じかな。うん。和道さんこんばんは。夕方に職場の人間関係で相談したものです。うん、ひろみさん覚えてるよ。あの後仕事行ってきて和道さんに言われたことを意識したらスムーズな人間関係で仕事できました。ありがとうございます。あー、よかったよかった。よかった。うん。だからね、人間関係で難しいから、さっき説明したのは、親子でも、そうなの、親子でも人間関係悪くなるのが、You メッセージ。YOU で You、あなたって意味で。あなたに対するメッセージ。よく、みんな、俺が、職場の上司だと思って聞いてて、なんでお前これ間違えたんだよ。なんでいつもお前は、何回言ってもわかんないんだ。あー、ありがとう。ちょっと待って。スクワットしないといけないから。スクワットしたら話します。人間関係が良くなる喋り方。2回。ありがとね、ひろみさん。ありがとう。とんでもない、とんでもない。4回。いつでも相談してね。5回。月のロマンさん、ありがとう。いらっしゃい。コメントありがとうね。言うメッセージ。なんでお前できないの？お前何回も言ってるじゃん。お前誰々はできてるよ。なんでお前。気持ち悪くない？言われてて嫌じゃない？
上司にお前はなんでできないんだ、お前はどうしてた、お前はって言われてるんで嫌でしょ。なんか不信感湧くでしょ。これって有メッセージっていう有名な、上場企業とかのコンサルとかだとよくやるんだよ、これ。気分悪いでしょ。だけど、実は全く伝える内容は一緒なのに、伝える内容は一緒なのに、言い方を変えるだけで気持ちよくなるの。俺は、お前が遅刻すると、悲しいよって。お前が仕事頑張ってると、俺はすごく嬉しい。お前が成果上がると、俺は誇らしいよ。こういう感じの。要は、できる人とか、部下から信頼を得る人は、俺はこう思うよっていうの。あなたがこうだったら、俺はこう思うよっていう。これ、アイメッセージっていうのね。で、これ心理学でちゃんと、もう、気持ちよく聞こえると、この人はなんて私のことを親身になって考えてくれてるんだろうっていう伝え方があるの。親子関係でもそうなのね。そう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 。全然聞こえ方違うでしょ。俺は、お前がいないと、お前が遅刻していないと、すごく会社として不安を覚えると。お前は、チームに必要なんだよって。少なくとも俺はそう思ってるよって。遅刻した時連絡くれないと、俺心配だよって。全然言い方違うでしょ。なんでお前遅刻したのっていうのを、遅刻したら心配だよって。一言、私はこう思うよって言い方に変えるだけなの。シソさん、シロさんか。シロさんいらっしゃい、初見さん。楽しんでってください。コメントありがとう。全然変わる。これね、教育の仕方も、部下に伝え方も同僚でも同じ。全然人間関係変わるから。これだけで全然変わる、本当に。これは、俺が、ネットワークビジネスって言って、簡単に言うと、俺のダウンラインって言って、俺が、こう、面倒を見ないといけない人が4000人ぐらいになっちゃったの。海外とかまで飛んで。で、常に100人単位でミーティングとかやってて、悩んでたの、人間関係に。で、200万ぐらいするコンサルの先生がいるんだけど、コンサルの先生に教わったの。年間契約200万の人。で、ワド君それね、って、アイメッセージとユーメッセージって言うから、これだけ変えるだけで全然成果が変わるよって、部下の伝わり方が変わるから、響く喋り方ってあるんだよ。人に伝える喋り方ってあるんだよって。これは気持ちじゃなくてテクニックだからって。だから気持ちが強ければ強いほど、マイナスな喋り方をするとマイナスになっちゃうよっていう風に言われてんの。だからね、喋り方一つでね、人間関係は画期的に変わりますよ。画期的に変わる。こういうね、小ネタを覚えていくっていうのが実はね、部下を育てることでもあるんだよ。うちの兄貴の話を聞いてるみたいでちょっと笑ってしまいました。ごめんなさい。なんだろうね。これ結構大事よ。特にね、管理職の人は使えると思うよ。アイメッセージ、ユーメッセージは。でもよかったよかった。ね、夕方、ね、ひろみさんがなんか人間関係良くなったっていうのはすごく嬉しかったわ。面白いよね。だからね、実はね、喋りってテクニックなんだよ。営業の喋り方とかもあるの。売れる営業マンほど売らないんだよ。和道さんおすすめの本か。俺がおすすめの本はどうだろうな。ちょっとね、俺のおすすめの本、変な本ばっかり読んでるからな。っていうのも、っていうのもあれなんですよ。今本棚やってないけど、本がこんな感じなんですよ、僕。ほとんど漫画だけど、平積みでもう山積みになってるんだよね。おすすめの本って言われてもな。俺、本を人に勧めるのあんまり好きじゃないんですよ。なんでかっていう理由もあるんだけど、っていうのも、本って出会いなのね。人との出会いと一緒だから、なんて言うんだろう。本ってしかも知識の集大成だから、自分の心の中身とか、手の内を明かす行為なのよ。結局、なんだ俺が話してることってどこどこの本の引用じゃんっていうことになるから、あんまり話したくないっていうのはある、正直。ネタバレになるからっていう。俺がどんどん、俺の本を紹介すればするほど、あれこいつ、パクリ多いなっていうのに気づく。パクリ多いなこいつの話っていう。まあそうじゃん。
ぶっちゃけた話、本なんで読むのって言ったらさ、その人の人生を2000円とか1500円で買うわけだから、そうでしょ。だから俺は、あんまりね、金かけて得た知識を、俺から話すのはいいんだけど、元ネタ本がね、あんまりバレるとね、配信やりづらくなるっていうのはあるんですけどね。じゃあまあ、せっかくなんで一個紹介しましょう。ちょっと持ってきますね。まあ、かなりね、俺が人生を変えるぐらい、この前も話したんだけど、これですね。思考は現実化するナポレオンヒルっていう、これが引き寄せの法則の元になってる本です。で、これは、携帯版なんですよ。だから、600ページ、600ページ近いんだけど、実はこれ携帯版で薄いんですよ。これは読んでみるといいんじゃないかな。人生変わると思うよ。Think and Grow Rich、ナポレオンヒル。これはもう出てから50年以上経ってるけど、200万部ぐらい売れてる、ゆっくり売れてるベストセラーで、ビル・ゲイツとかも読んでるし、すごい読んでるんだよ。兄貴は自己啓発本をやたら読んでます。あと、さっき売れる営業マンみたいな、売りつけないみたいなって言ってた。そうそうそう。で、これはすごい面白い本ですよ。自己啓発だから、まあ、いかがわしいとか、うさんくさいとか言われちゃったら、言われちゃったで終わると思うけど、俺はこの本で人生だいぶ変わったね。本当に。だから、どういうことが書いてあるのか、じゃあ、おすすめしましょうか。一個引用してる。信念。ああ、ちいさんいらっしゃい。ああ、なるほどね。俺はやっぱ定番のこれが好きですね。覚えといて。思考は現実化する。思考は現実化する。ロンダーバーンが書いた引き寄せの法則の元になってる本ですね。効果は、まあ実践すればあると思うけど、結構ね、膨大な知識量で面白いですよ、これは。特に、俺が、いろんな名言が入ってるんだけど、そうだな、失敗する人の特徴とか読んでみる？失敗する人のよく口癖にしてる言葉っていうのがあるっていう。どう？そこ行こうか。失敗する人は必ずこれを言うっていう。その逆に成功体験もそうなんだけど、失敗する人の特徴っていうのを、もう、あるんですよ。それ読んでみようか、ちょっと待って。失敗する人。最近読んでないな、また読もうかな。ちょっと待ってね。どこだったっけな、後半なんだけど。あと不安の消し方とかもありますね。聞きたい。失敗する人のね、口癖みたいなものを紹介してるんだけど。あ、あったあった。行きます。行きますよ、皆さん。54の有名な言い訳。成功できない人々には共通した特徴が一つだけある。彼らは失敗の理由を知っている。その上、成功できなかったことの完全な言い訳を用意していることだ。その言い訳の中には気の利いたものもある。絶対に正しいと思われるものも少なからずあるのだ。しかし、言い訳が富を作るはずはない。大切なことは成功したいのか、したくないのかということだ。ある精神分析の専門家が代表的な言い訳のリストを作った。ここにそれを紹介してみよう。このリストを読んで自己分析に役立ててみていただきたい。あなたもこのような言い訳をしたことがないかどうかを。この本で提供した成功ノウハウが、これらの言い訳をすべて破壊してしまう、これらの言い訳をすべて破棄してしまうことを期待している。では、54の、言い訳。いきます。もし、女房、子供がいなかったら、もし、コネがあったら、もし、金さえあったら、もし、いい学校を出ていたら、もし、仕事にありつけたら、もし、体さえ丈夫だったら、もし、時間さえあったら、もし、タイミングが良かったら、もし、私のことをよく知っていてくれたら、もし、事態がいくらか違っていたら、
もし人生をもう一度やり直せたら、もし世間の噂さえ気にしなければ、もし運に恵まれていたら、もし今何かの偶然が起これば、もし他人の人から目の敵にさえされなければ、もし引き止められさえしなかったら、もしもう少し若かったら、もしおの、もし望み通りにやってさえいたら、もし金持ちの家に生まれていたら、もしマシな人間と知り合っていたら、もし私に人並み以上の能力があったら、もし自己主張ができたなら、もしあの時うまく機会を利用してたら、もし人々が私の気に触ることをしなければ、もし家庭のことや子供の面倒を見る必要がなかったら、もし貯金がいくらかでもあったら、もし上司が私を正しく評価してくれたら、もし誰かが私を助けてくれてたら、もし家族が私を理解してくれてたら、もし私が大都市に住んでたら、もしその時初めてさえいれば、もし私が自由の身なら、もし私にあの人たちのような個性があったら、もし私が肥満体でなかったら、もし私の才能が知られていたら、もし休息することができたなら、もし借金さえなかったら、もし失敗さえしなければ、もしやり方さえ知っていれば、もし誰も反対さえしなければ、もしそんなに多くの心配事さえなければ、もしもっといい人と結婚していれば、もし人々がこれほどバカでなかったら、もし家族がもう少し節約してくれてたら、もし私に自信があったら、もし月に見放されていなかったら、もし悪い星のもとに生まれていなかったら、もしなせばなるというのが噂でなければ、もし苦労せずに済んだら、もしあの時損をしていなかったら、もし近所の人がいい人だったら、もし私に過去がなかったら、毎日いらっしゃい。もしこれが私だけの会社だったら、もし人が私の話さえ聞いてくれたなら、もしという言葉の中で最も重要なのは、もし自分自身の姿に直面する勇気があったら、自分の欠点を知ることができるし、改善することもできる。また自分の失敗や他人の経験から利益を生み出す機会を持つこともできるのだ。なぜなら自分の欠点がどこにあるのかを知っているからである。もし自分を分析するために多くの時間を費やすなら、言い訳のための時間はもっと少なくて済むだろう。以上です。でも分かるでしょ、言い訳をする人、成功しない人、口癖でよく聞くでしょ。あ、この人成功しなさそうっていう人、俺に金があったらな、宝くじ当たんねえかな、いや俺子供いるから、いや俺時間ないし、いや俺だって田舎者だしさ、いや俺なんて家計が良くないもん。聞くでしょ、ズバリ当たってるでしょ。これを口癖にしてる人は失敗しますよっていう反面教師で、こういう言葉を使わないでくださいとかも徹底的に書いてある。うん、徹底的に書いてる、ほとんど言ってる。うん、とっていう、そのなんていうのかな、成功法則の中でもダメなところといいところっていうのが書かれてる。イライラしてくるよね。わかるわかる。そう、これはダメな例ね。もし自分がこれを使ってたらダメですよっていう。まあこれはね、いろんな成功体験も書かれてるし、例えばそのトーマス・エジソンとかにも取材してるんですよ。うん、興味あいた？うん。思考は現実化する。できればね、この携帯版、これ携帯版って書いてあるけど、本ちゃんの2800円の方を買った方がいいかな。投資する価値はあります。正直。で、なんでこれカバーないのって、なんでここに付箋買ってあるのっていうのは知ってる人は知ってるんです。はい。なんでカバーがないのか、なんでこんなところに付箋が貼られてるのかは、わかる人にはわかるので突っ込まないでください。これわかる人にはわかるから。伝わる人には伝わるから。それくらいいい本ですよっていうことです。はい。それくらい、僕は好きな本だっていうことが伝わる人には伝わります、これ。はい。風船ありがとうね、毎日。うん、コメントありがとう。うん、面白かったらフォローしてね。うん。これはね、半年間ぐらいゆっくりかけて読む本ですね。
多分ね、僕は一生多分読んでおきたい本かな。本棚にずっと入れておきたい本ですね。ニルバーナのプロセスは、ちょっとね、人に紹介するのはためらう本ですね、これは。死ぬ可能性があるんで、ちょっとこれはね、人にはあんまりおすすめしない中身は。もう本当にね、本当に死ぬ可能性がある本なんで。はい。これはあんまり人には勧めたくない本ですね。あんまりおすすめはしないです。聖書はこの前もらったばっかりですけど、まあ子供の頃クリスチャンだったから、その時読んでたぐらいで、あとキューちゃん牧師にもらった聖書とか読んだけど、あんまり詳しくないですね、僕は。聖書この前いただきましたけど。まあこれは面白いっていうか人生を変えてくれる本だよね、本当に。ニルバーナの元になってる、ニルバーナのニルバーナってどういう意味かっていうと、仏教の用語なんです、ニルバーナって。漢字で言うと、涅槃っていう風に書きます。アファーメーションについては、誰だっけな、トマベチヒデトのね、師匠の誰だっけな。ちょっとごめん、出てこないな。なんだっけ、トマベチヒデトの師匠の、師匠っていうか、その、なんだっけな、TPIE 作った人なんだけど、TPIE 作る、ルータイスだ。ルータイスの本読むといいよ。アファーメーションはルータイスがもう、専門っていうかもう、その、アファーメーションのプロだから。アファーメーションって実は、この中にも出てくるんだけど、さっきの、この本にもアファーメーションのやり方書いてあるんですよ。実は。ただ、そのアファーメーションに特化して研究してたのがルータイスなんですよ。だから、そのアファーメーションのやり方に特化して覚えたいんだったら、ルータイスの本読むべき。ただ、この中にも書いてあります。アファーメーションのやり方は。例えば、成功の定義っていうところとかね、こういう風に分かりやすく書いてある。成功とは他人の権利を尊重し、社会正義に反することなく、自らの価値ありと認めた目標の願望を黄金律に従って一つ一つ実現していく過程である。過程なんだよ、実は。そう。これ面白いでしょ？成功って達成じゃなくて過程なんだよね、実は。なんでかっていうと、成功は終わらないから。そう。で、この本は、面白いのは、お金よりも富の方が重要だって言ってんの。実はみんなお金ばっかりじゃん。富って何かわかる？富とお金の違いわかる人いる？お金のことを財っていう言葉で表すんだけど、財っていう言葉と富っていう言葉は根本的に実は違うの。富と財の違いわかる人いるかな？お金と富の違い。で、富を追うのが成功であると。死ぬ？ああ、これはね、死ぬ可能性ありますね。これはおすすめあんまできないです。ああ、面白いね。家。富っていうのは、簡単。お金を生み出すものが富なんですよ。お金の上位概念なの。だから、富っていうのは人脈、アイディア、それから、いろんなもの、お金を生み出すすべてのものを富っていうの。だから、お金はなくなったら終わりなのよ。だから富だけ手に入れても幸せになれないと。ただ、お金だけ手に入れても幸せになれない。だけど、お金を生み出す本当の価値のある成功っていうのは富であると。人であったり、物であったり、財産であったり、そういうすべての無形資産も含めたものを富と呼ぶと。だから、本当の金持ちは富を作るんだよっていうことも教えてくれる。富を追いなさい。新しいフォロワーさんが、いるのでご紹介します。新しいフォロワーさん、ぬこさんフォローありがとう。面白いでしょ？だから家も富だよね。そう。家も富ですよ。あとね、消費と浪費と投資の違いが分かんない人が多い。消費と浪費と投資の違い分からないでしょ、みんな。この曲はね、マヤユン、
まゆ、知らない。まゆんさん。まゆんちゃんさ、どっかで今日配信で見たな。可愛い子だなと思って。すごい可愛い女の子だな。どっかでサムネ見たな。香川さんのところかな。どこで見たんだろう。この曲はね、ドーバっていうフリー音楽サイトで、なんでしょうっていうフリー音楽ですね。うん、フリーミュージックです。いらっしゃい。そう、この子可愛いなと思って。いらっしゃい。あれ、七色が配信やってんじゃん。七色もふわっち来たの？七色もふわっちやってんの？マジかよ。七色って前から配信やってたの？これ。前からやってるか。珍しいやつが来たな。てかニコ生の王手ばっかりじゃん、はい、リョン、ハートありがとう。ありがとう。稼がせていただいてますよ。ありがとう。ハートありがとう。ハートありがとうございます。七色は和道より前からいたような。あ、そうだったんだ。ハートありがとう。ポッキーありがとう。ハートありがとう。大好きだよ。ありがとう。ありがとうね、みんな。まあまあまあ。うん、でも、はっきり言うけど、自己啓発は、やる気にはなります。読んだら私も成功できるかもっていう気になるけど、これだけは言っておく。行動です。行動に勝るものはない。行動は嘘つかないから。経験は嘘つかないから。だから、本を読むことよりも人の話を聞く。人の話を聞くよりも自分で行動する。行動に勝る経験はない。俺はだから一番大事なことは経験だと思ってる。自分の身から出てくる言葉。それが一番真実だから。そうそう。読むだけじゃ満足で終わっちゃうから。そういう人はいっぱいいる。だからそういう人がさ、自己啓発とか200万とか300万かけて騙されちゃうのよ。結局行動しないと結果は出ないから。あと、失敗することはいいことだよ。みんな、これ覚えておいた方がいい。失敗することはいいことなんだよ。だって、失敗するっていうことは行動したってことだもん。で、百発百中、例えばバットを振って百発百中でホームラン打つやつなんかいないんだよ。シュートを打ったら全部入る、ね。NBA 選手もいなければ、蹴ったらゴールに入るサッカー選手もいないでしょ。むしろ失敗の方が多いのよ。そう。だけど、失敗よりも、結果の方、成功しちゃったら成功の方ばっかりに目が行くでしょ。だけど、実は失敗の方が多いほど成功の確率って上がるんだよ。だから失敗を一番多くする人は成功する人だと思った方がいい。失敗しても失敗しても諦めないほど。兄貴は自己啓発も読み漁ってますが、最高者には慣れてません。ワロチです。まあ、行動だよね。行動だよね、すべては。読むだけじゃないよ。読まないより読んだ方がいいけど。結果を出すのはすべて行動だから。読むっていうことは行動じゃないからね。世の中に対してアウトプットしないといけない。本はインプットだから。だからインプットとアウトプットのバランスを考えないとね。インプットしないやつもダメだけど。いや、失敗は失敗しかない人生なんてないよ。例えば俺がよく言うのは、赤ちゃんが歩くまで何回転ぶか。子供が自転車に乗るまで何回こけたか。初めから自転車に乗れるやつなんかいないから。みんなは当たり前だと思ってるでしょ？自転車に乗れるのが。子供の頃あんだけ苦労したんだよ。今ではさ、スマホいじながら自転車乗ったりとか、音楽聴きながら乗ったりとかできるでしょ？つまり、慣れなんだよ。成功体験って慣れなの。一回できるようになると人間ですごくて当たり前にできるようになるの、それを。だからこそ辛い、そのこけてもこけても繰り返し繰り返し、そこに行けるようにしないといけないんだよ。だから失敗なんてないよ。生きてるだけで成功なんだから、本来。生きてるだけで大成功なんだよ。おい、のんたん、ただいま。お帰り。ハートありがとう。本当は生きてるだけで大成功なんだよ。人間が選手と卵子が結びついて、今の自分になるための確率っていうのは、パーツパーミリオンっていう世界なのね。パーツパーミリオンっていうのは確率の計算式なん、確率の、どれくらいの確率かっていうものなんだけど、パーツパーミリオンで、
計算してみて、検索してみて、パスパーミリオンって、飛行機が落ちるかどうかとかの、それくらいの確率の話だろ。飛行機が落ちることよりも、宝くじが当たることよりも、俺らの人生ってどれくらいの確率で俺らが生まれてきてるのか。で、同じ時代にさらに生まれて、この瞬間にこうやって触れ合う確率ってもうすっごい奇跡に近いの。だから生まれただけで奇跡なんだよ。そう考えると命を大事にできるから。あと、和道みたく、得た知識を人に話すとさらに脳がインプットされて記憶に残ると、なんかの本で読みました。そう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 、本当にそう。ポッキーありがとう。そう。自分の知識になるためには自分の言葉でアウトプットしないとダメなの。だから、記憶力がいい人っていうのは、勉強しながらボソボソ喋ってるんだよね。英単語とかをボソ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 アウトプットしてんの。で、人間ってなんで耳が二つあるかっていうと、自分の声が一番自分に聞こえるようにできてるの。だから自己洗脳しやすいんだよ。自分が吐く言葉を一番聞いてるのは自分なの。そうそう。だから今の話だよね。本を読むとき声に出した方が頭に入るっていうのは実際本当。なんでかっていうと自分の話を一番聞いてるって言われてるの。人の話って6割ぐらいしか聞いてなくて、ほぼ 100% 自分の話は自分が聞いてるんだって。だから自己洗脳をずっとかけてるのよ、実は。気づいてないだけで。気づいてないだけで今の自分っていうのは自分が作ってるんだよ。思い込みでできてんの。リオンフワッキーありがとう。だから普段の口癖とかを気につけるか、もしくはね、今ね、スマートフォンとかあるから、友達と喋ってる時にね、盗撮すんだよ、自分のことを。普段何喋ってるかね、意外と無意識で喋ってるから気づいてないだけで、私こんなこと喋ってるんだっていうのを改めて気づくから。その時に、凛とした姿勢でいるとかさ、声の張りはどうかとか、自分が思ってるのとギャップがすごいあるんだよね。天才。ポッキーありがとう。そう。いやでもね、ちょっと変な話になるかもしれないんだけど、天才ね。いや変な話になると思うんだけど、最近枠開いたら枠開いたら稼げるんですよ。もうね、枠開いてアイテムがゼロなんていう日はほぼなくなってきたの。奇跡だと思わない？みんな。俺にとってはすごい革命的なことなのよ。今までは稼ぎたいだったの。早く稼ぎたい、枠開いてもっと稼ぎたいだったのに、枠開いたらみんなが支援してくれるようになってるんだよ今。もう本当にゼロの日なんてもう頭にないの。あ、今日はいくらもらえるかなっていう。あ、いいよいいよ、ゆりちゃんごめんね。狙ってるわけじゃないの、これ。自慢でもないの。本当に、そうなってきてんの。もう、そうなんだよ。ありがとう、応援。ありがとう、ありがとう。だから、なんか信頼感があるの。俺が喋って、俺を支えてくれてる人たちがいる。俺には、俺のリスナーがいるっていう。待っててくれる人がいるっていう。俺の放送楽しんでくれる人が、だから楽しいんだよ。ファッキーありがとう。楽しいんだよ。それは稼げるよ。マインドが入ってるから。俺正直、だから今月はいけると思ってるもん。今月行くぜ。ファッキーありがとう、みんな。ありがとう。これはね、間違えたらおごり高ぶりになって天狗になっちゃうから、そこは今しめてる。楽しもうって。楽しむこと、配信を。もう楽しくてしょうがないから。今、乗ってますよ。だからね、寝る間も割いてって言うけど、寝る間も割いて努力するなんかダメだよ。寝れないぐらい楽しいこと見つけないと。アイムフリーマンいらっしゃい。いいね。いいね。アイムフリーマンっていいことなんだね。すげえわ。アイムフリーマンさんいらっしゃい。面白かったらフォローしてください。いいね。旅頑張るよ。もう旅は俺の目の前にあるから。今、掴めるところまで来てるから。某大手のふわっち配信者より和道の方が面白いよ。まあ、それは人によるからね。人によるから。俺は比べてないから、誰とも。みんな仲間だと思ってるから。仕事もやめて、旅行。旅行、旅行こう。そうだね。仕事はもう伝えた。もしかしたら来年、本格的に、僕、生活保護もやめて、これ、やってること一本で食ってこうと思ってるんでって。そしたら分かったって言ってくれた。決まったら教えてって。来年の頭か来年の4月になるか分かんないけど、おそらくその規模で、僕、行きますと。そしたら、どこに行くのって。どこに住むのって聞かれて。いや、旅に出るんで世界中ですって言ったら笑われた。えって。
一応住所は東京に残しますけど、どこに住むのって聞かれて、いや世界中旅してますっつったら爆笑されたわ。ほんと変わってるねって、島津くんほんと面白いわって、うん、いやアイテムもらって当たり前なんておこがましいよ、うん、ダメ、絶対にダメ、アイテムもらって当たり前なんてダメ、出や見てもらえるだけで奇跡なんだよ、コメントくれるだけで奇跡なんだよ、アイテムもらえるなんてさらに奇跡なんだよ、俺はその難しさ一番わかってるから、うん、俺が一番わかってる、うん、だからリスナーを大事にしないやつ大っ嫌いなんだ俺、うん、見てもらえるだけで感謝でしょ、うん、コメントもらえるだけで感謝でしょ、あのねリスナーってリスナーじゃないんだよ、サポーターなんだよ、応援してくれてるんだよ本気で。だってさ、自分たちでね、稼いだお金じゃん。うまいもん食えるわけよ。だけど、それをくれてるわけだから。うん。アイテムない方がおかしいと思わない。まあ、成功法則的に言うとそうだよね。正直、和道さんの話をパクって仕事で話してる。いつもありがとう。あ、いいと思うよ。あの、ぶっちゃけた話、りょん知らないかもしんないけど、俺、コンサルでコーチやってたんだよ。それで飯食ってたの。だから、もともと、俺、コーチング1年間くらい講演会とかで、人あれだよ、起業家50人の前とかでずっと話してたの、毎月毎月。で、知らないからだと思うけど、言ってるけど、こういうコーチングに関しては俺、プロだから、元。マジで稼いでたから、これで。講演会で食ってたの。若手で。うん。ちょ、持ってくるね。待ってて。だから、仕事やってる人とかは、説得力あると思うよ。この中で会社経営とかしたことある人、会社経営とか自営業とかやったことある人手を挙げてください。もしくはやっているか過去にやっていたことある人。4年前から数字を見てパクってます。はい。自営業やってる。もしくはフリーランスやってる。会社経営やってる人。はい。じゃあ、その人たちだったらわかると思うんだけど、今手を挙げてくれた人だったらわかると思う。この凄さは。普通の人にはわかんない。上場企業をベンチャーで立ち上げたらすごいと思わない。上場企業を作るってどれくらいの難しさを分かってると思うの。今手を挙げた人は。で、今から見せるこの人っていうのは、人生の中で上場企業を3回作ってる人なんですよ。わかる？上場企業を作るっていうだけで、夢のまた夢って言われてんの。会社経営してる人だったら、株式東証一部上場企業を作るのは夢のまた夢なの。うん、で、それを人生で3回やってる人なの。この人、南部さんっていう人なんだけど、南部さん。パソナの創業者。日本で初で人材派遣業界を、今、竹中平蔵が社長をやってる。この人、創業者。個人資産200億。この人が講演会に出てくれてるぐらいの講演やってました。千葉の若手で、起業家を集めて面白いことやってる、ベンチャーのセミナーがあると。で、この人ゲストに来てくれてんの。だからこの人の話とかを直に聞いてんの、俺。この人たちの成功法則とかは全部教わってんのよ。だから、説得力ありますよ。自信持っていいよ。パクって正解だから。だってこの人、孫さんが挨拶しに行った人。孫さんが学生の頃、台湾で会社やってたんだけど、台湾に挨拶しに行ってんの。香港だ。台湾じゃない。香港。孫さんが19歳の時に、挨拶に行った人。起業の仕方を教えてくださいって。だから、孫ちゃんっていうの。今でも仲いいの。で、友達は柳井さんとか、ファーストリテイリングの。あと、HIS の沢田さんとか。うん。化け物。うん。経営者で南部さん知らない人いない。もう、レジェンド中のレジェンドだから。うん。だから、そういう人たちに可愛がられてたから、やばいよ、ほんと。日本動かしてるトップのグループなの。そういう人に教わってたから、ビジネスを。そこは自信ある、うん、サイバーエージェントの藤田さんってもう俺らからしたら神じゃん。経営者としてサイバーエージェントの藤田さん神でしょ。ああ藤田くんねって言って子供扱いだから。あ藤田くんね頑張ってるねって。何やってんの今って。
なんだっけ、ブログかなんかやってんでしょつって。で、この人の話が面白いのが、ミクシーの立ち上げの頃の話が面白かった。あの、ミクシーがまだ1万人の会員の頃にやってた、100万円投資、毎月3万円投資するっていうビジネスモデルで、今毎月ね、5、60万入ってきてるってよ。うん。だからそういうね、不労所得系の話とかね、みんな知らないんだよ。ミクシーに投資の話があったんだよ。ミクシーが潰れかけた時。だ結構いい経験させてもらってますよ、若い時に。本気でやってたからね。うん、まあ、何の因果か、配信者になっちゃいましたけどね。まあ、これはこれで、人生いろいろで面白い。和道さんに聞いたことを母親にドヤ顔で話してる、うん、だから南部さんの成功法則とか面白いよね。さっき富って言葉出てきたけど、富と幸せと健康、そして強運に関して、これ順番みんな間違えてるんだよって。健康が先じゃないと。富が一番重要で幸せが重要なんだと。富と健康、幸せと次に健康なんだって。で、強運なんだよって。この順番をみんな間違えてるから成功法則ができないってこの人は言ってた。富と幸せと健康、そして強運に感謝、うん、この順番で毎日唱えたら絶対成功するって言ってたね。うさんくせえっていう。俺はどうだろうね、店どうだろうね、失敗してるからね、7店舗潰してるからね。1年半でね、ギネス記録って言われたからね、1年半で7店舗潰した。でもその時に経営者に言われたのが、お前は7店舗を1年半で作ることができたのを才能だと思うっていう。だから金集めるプロだと経営者には言われた。ただ店を潰すことに運営能力はまるで皆無だけど、お前は金持ちからね、7店舗分の金を運百万を引っ張ってきたと、1店舗ごとに。そこは才能だよねって評価してくれたね。だから店がうまくね、運営できるやつを組んだら、お前は大金持ちになれるよって。お前は金を引っ張る、やっぱ詐欺のプロだわって言ってた。お前は金持ちに可愛がられるなーってすごい笑ってたね。新しいフォロワーさん紹介します。りょうがごとくさん、フォローありがとう、うん、そうなんだよね。本当の金持ちっていうのは100万とか200万とか好きな男にはポンって投げるっていうのを知ってるから、俺は、うん、世の中には金持ちがすごい溢れてるのを俺は知ってるのよ。日本人っていうのはもう本当にね、10人に1人は年収1000万超えだから超豊かな国なんだよ。で、本当の金持ちっていうのは金持ち自慢しないから、うん、なんでかわかる？本当に金持ってる人って金持ってること言わないんだよ。税務署が怖いから、マルサが来んの怖いからでしょ。だから本当に金持ちは絶対金持ってるアピール絶対しない、うん、だから10人に1人の確率で金持ちなんだから、10人全員にね、どんな貧乏人にもプレゼン打ったらいいんだよ。俺こういうことやりたいんですっているから、うん、9人にはバカにされるけど、1人の金持ちの心掴んだら終わりだよ、うん、夢叶うんだよ。だから起業やってた時は自分のやりたいことリストをプレゼンテーション用紙に PDF 化して毎日持ってたね。で、自己紹介の時にもプレゼン打ってた。こういうことをやりたい、3ページぐらいで、まあ、こういう事業を今手掛けててみたいな。で、出資者はこれくらいのパーで吐き出してるんで、もし金持ってる人がいたり支援者いたらよろしくお願いしますっていうことを自己紹介でやってたね、俺は。初めまして。で、まあ大体ふーんみたいな感じだけど、中には面白いねって言って、こここうした方がいいよとか、俺金出すよとか、あ、金持ちの誰々さん紹介するよとか言ってくれた。だから起業に向いてる、起業したいっていう人はいっぱいいるんだけど、それをやらないんだよね。いや、当たり前でしょ。俺マジでプレゼンテーション用紙とかプレゼンテーション全部身につけてたよ。パソコンの中に必ず入れてたりとか、携帯の中に入れてた。こういう授業をやりたいとか、こういう店やりたいとか。で、100人に言ったら1人ぐらいいるから、金出すっていうやつ 100% いるから。だから確率論なんだよ。バカにされてもいいから。だからさっきも言ったけど、失敗の数は成功の元だって言ったけど、金持ちからしたら、だってみんな想像してみてよ、
まあ、個人資産200億って言ったけど、200億持ってる人が100万円の店出したいですって言って気に入ったら出すでしょ。出さない。みんな200億持ってたら出さない。お、こいつ可愛いなとか、こいつ面白いなと思ったら出すでしょ。で、何歳ぐらいの時の話ですか？一番最初にお店を持ったのは19歳の時なんですよ、僕。ライブハウスで19歳だったんで、もうその頃には感覚掴んでましたね。なんか自分の思い通りになるっていう感覚は昔からあった。要は、世間に出てなかったから分からなかっただけで、もうその感覚は19歳の時に備わってた、俺は。で、確信に変わったのは、そういうなんかすごい人たちと出会うようになってからだね。うん。すごい話。だから、その、孫さんの、その、立ち上げの頃の裏話とか聞いたりとかして、その、本とかに載らないリアルな話。ファーストリテイリングの柳井さんが若い頃何やってたかとか聞いて、あ、すごいと思ったね。うん。だから、その、なんつうの、本に載らないやばい話みたいなのをかき集めてて、それをセミナーで話し、だってさ、本に、柳井さんの本って売れるわけじゃん。起業家は全員買うわけよ。柳井さんの本。ユニクロどうやって作ったのか。でも本にできない話なんかいっぱいあるんだよ。そういうのをセミナーで話すだけでみんな見に聞きに来るんだよ。ね、柳井さんの裏話、立ち上げの頃の話が聞けるってなって、ね、2時間2000円で聞けますよって言ったら見に来るでしょ。起業家だったら。俺だったら行くもん。それで毎月毎月こう、口コミで広がっていて50人とか100人とか来て、もう千葉県中とか都内とかから若いその起業家とかが集まってった。で、話題になって、その、なんか先輩の経営者が、わあ、すげえ頑張ってんな、みたいな。起業家100人集められるのは、器量だよ、つって。じゃあ、お前、スペシャルゲスト呼んでくるわ、って言ったら、南部さんとか、上田さんとかが来て、もう、すごい話、もう、すげえ盛り上がったよ。あれはもう、自分の人生の中でも、ニコ生で言うなら、川上会長と対談とかだね。それだったら凄さわかるでしょ。2万語作った会長とかひろゆきとかと対談ピンでやってもらえるみたいな。そしたらさ、配信会だとすげーってなるじゃん。いきなりここにひろゆきさんがいたり、カワンゴがいたらすごいでしょ。そういうレベルの話だね。そう。経営界のトップに、もっとすごい話だけど。そうそう。だからあの時は震えたよね、本当に。だから先輩経営者からバカにされてたからけど、お前何やってんのみたいなこと言われてたけど、見る目変わったもん。お前なんか、お前の講演会に南部さん来たって本当っつって、あ、本当ですよっつって、いやいや、まあまあ俺は配信者としてそこまで言ってないから。それくらい起業に関しては本気でやってた。ひろゆきさんとね、一回会ってみたいね。お話してみたいね。まあ、それに必要なのが俺は旅っていう経験だと思うの。例えば3年間とか4年間とか世界中配信で旅やってましたっていうのがあって、初めてそういう人たち、大御所の人たちが、あ、ワド君面白いじゃんって興味湧いてくれるかなっていう感覚。だからまだそのレベルにいないと思ってる。旅を全部やり終えて、初めてワドっていうその自分が描いてるブランドができると思ってるの。だから、実は、そう、まだまだ手前の手前の段階なの。この配信っていう世界で食ってくっていうことに関しては、スタートラインにすら立ってない。俺は15万でスタートラインだと思ってんの。初めて自分の描いた目線にスタートラインに立てんのが旅配信なのよ。で、ぶっちゃけた話、何年間も旅やるじゃん。世界制覇するじゃん。ぶっちゃけた話、世界が俺のことほっとかないと思うよ。メディアもほっとかないと思う。ワドちょっと来いよってテレビ局が言う側になるから。それが俺の描いた未来なのよ。本当にやりたいことは、俺が見たリアルっていう。そう。その時初めてみんなに自信持って、俺のコンテンツを語れるんだよね。俺しか持ってないコンテンツっていうか。うん、まあ、世界のことなら和道に聞こうぜ、みたいな。まあ、リアルでしょ、みたいな。あいつは足で歩いたかんね、みたいな。そんな感じ。俺が描いてるビジョンっていうのは。自分のコンテンツをどうやって作るのか。うん、誰も持ってないもの。自分にしか持ってないものを作りたい。だから、実は、その時に初めて、そうなって初めて、今まで支えてくれてたリスナーさんに恩返しできると思うの。例えばだよ。これあくまで夢だけど、ちょっと妄想の世界に招待するよ。例えば、俺がテレビにバンバン出てると、ラジオでもレギュラー持ってると、ね、夢だけど。ね、ニコ生の公式とかも出たり、いろんな公式サイトにも出ると。ね、俺の記事もいっぱい出ると。本も出ると。ね、だから世界中配信で旅行してそれだけで食ってってたって言ったら書籍1個出てもおかしくないじゃん。
みんな買うと思うんだよ、配信者だったら。俺はそこでもう想定の範囲内の書籍を出すっていうことは。で、その時に俺の名前がポーンって上がるわけよ。ね？プレゼン、そう、そういう感じ。カルカットさん、ありがとう。そう。その時に、いや、俺、ワドーと昔から知り合いで、あいつ無名の頃から応援してたんだよね。ワドーと電話で話す？プルルル。おい、ワドーって言った。超自慢できない。できるっしょ。おう、ワドー全然仲いいよ。つって、今 LINE するわ。つって。お、ワドーだよ。つって。ほう、変わりなよ。って。いいでしょ？だからこれが俺の勝ちなの。これが一番できる恩返しなの。もう自分のバロメーター振り切ってみんなと飯食ったりとか、みんなと電話するだけで幸せになっちゃうっていう。俺昔から応援してたから。いや、私、和道とめっちゃと仲いいよ、みたいな。LINE 出る？みたいな。それが理想だね。俺の。描いてる理想の世界。うん。いや、出る。全然出る。それが理想だよ。俺が描いてる。うん。もう和道と昔から知り合いっていうのがブランドになるぐらいの、それくらいの男になりたいよ。みんなが自慢できる男に。うん、まあ、夢物語ですけどね、うん。それがみんなに対する恩返しだと思ってるね。うん、だからその気持ちは忘れないよ、ほんと。今、こうやって応援してくれてる人のことは絶対忘れない。うん、キャナピー、こんばんは。うん、でもね、俺はプレゼンテーションを若いうちから覚えてよかったなって本当に思ってる。プレゼンテーションって何なのかっていうと、儲かる話をすることじゃないんですよ。プレゼンテーションで一番大事なことを何だと思う？プレゼンテーションで一番大事なことを何だと思います？これ、奥義だよ。経営者だったら奥義。プレゼンテーションで一番大事なこと。うん、いきますよ。俺が喋ること。今みんなに訴えかけた時に、みんなが目をつぶった時にイメージができること。もしさっき話したことで、和道を電話で呼んでる絵が浮かんだる。わかる？俺が世界を旅するでしょ？どこどこ行くでしょ？って言った時にその絵が浮かぶか。要は未来が浮かぶかなの。これがプレゼンテーションなの。プレゼンテーションの語源っていうのは、プレゼンスとアクションなの。知らないでしょ？プレゼンスとアクションなの。わかる？プレゼンスとアクションを同時に言ったのが実はプレゼンテーションなの。プレゼンスとアクション。プレゼンスっていうのは存在。アクション。本当のプレゼンテーションっていうのは聞いてる存在。プレゼンスがアクションを起こすこと。みんな手挙げて。みんな手挙げて今。のってして。みんなのってして。うん。の。手挙げてください。の。今、手を挙げた。これがプレゼンテーションなんだよ、本当の。プレゼンス。みんなっていうプレゼンスがアクションを起こす。つまり、聞いてる人が行動を起こさないってことはプレゼンテーションじゃないです。これが今まさにプレゼンテーションが行われた瞬間。プレゼンスがアクションをする。これよく覚えておいて。以上です。いい話でしょ？よくね、エセセミナーとかでは、プレゼンテーションはプレゼントをするように話しましょうとかバカなこと言ってんの。語源ぐらい調べなさいっていう。プロだったら。そう。プレゼンテーションはプレゼンスがアクションなんだよ。じゃあもう一個言おうか。もう一個。はい、ありがとうございます。これ本当のことだからね。ちなみに言うと、ビジネスの語源知ってますか？皆さん。ビジネスって、実はビジーのネスなんですよ。ビジーっていうのは忙しいなの。つまり、忙しい状態を指すのがネスなんだけど、ビジネス。常に忙しくする関係性のことをビジネスっていうの。つまり、まめに連絡を取り合う。意思疎通ができてる。行動を起こしている相互関係のことをビジネスって言うんですよ。つまり、連絡をまめに取り合ってない、行動を起こしてないということはビジネスしてないってことです。それはジョブ。仕事です。僕らはビジネスやりましょうよ。僕と忙しく連絡取り合いませんか、うん、っていうプレゼンテーションをずっと打ってた。僕と一緒に忙しい状態を作りませんかって熱中しませんかって、うん、大好きちゃん、ポッキーありがとう。だからね、結局人の心を動かすかなんだよ。聞いてる人をワクワクさせるか、聞いてる向こう側にいる人の心をつかむか、動かすかなんだよ。これだけなんだよ、ビジネスって。うん、
本当に。この人と一緒に仕事したいって思ったら勝つの。でしょ？この人と一緒に何かやってみたい。そばにいたい。うん。この人とだったら夢が叶うかもしれない。うん、ただそれだけ、うん。それが、まあ僕が詐欺師と言われる、僕が詐欺師と言われるゆえんですよ。はい。俺は正直、教祖向いてると思う。正直。教祖も向いてるし、詐欺師も向いてると思うよ。うん。正直言うと。あのね、言霊。要は言葉に魂を込めることができるんだよ。うん。なんかいい話してるね。でも寝るから続き YouTube で見るよ。おやすみ。エリちゃんおやすみ。ごめんね、トイレで起きたっていうのコメント読めてたからね。うん。エリちゃんおやすみ。朝原翔子になれたろうね、俺だったら。風船10個ありがとう。おやすみ。ゆっくり寝てね。また明日、楽しみに来てください、エリちゃん。詐欺師っぽいでしょ？でもね。でもね、あのね、詐欺は、俺は、詐欺師って言うけど、営業マンが使うテクニックも、詐欺師が使うテクニックも実は一緒なんだよ。実は一緒なの。要は、売る商品が本物だったら、素晴らしい営業マンになるの。売れる営業マン、喜ばれる営業マン、顧客がつく営業マンになるの。喜ばれる営業マン、本物の商品だったら。商品がクソだったら詐欺師になるの。うん、俺は今、俺っていうものを売ってるから。俺が売ってるのは俺なんだよ。そう。だから嘘はつけないんだよ。リアルだぜ。うん。ブラック企業の教育係してそう。エコーかけるところがなんかすごい。うん、だってこのエコーのために1万5千円かけたんだよ。おう説得力が増すからね。無気力で仕方ないんですが、直し方を知ってたら教えてください。あ、簡単簡単。簡単。何もしたくないから何もしてないだけ。だから、無気力を楽しんだ方がいいよ。無気力でいいんだよ。うん。で、要は外に楽しいことがないの。でしょ？もう、仕事場にも職場にも学校にも楽しいことないの。あ、ありがとう、エリちゃん。あ、やった。あれ、どこ行った？ごめん。よいしょ。ごめん、ごめん。花火送るけど、話終わってからスクワットして。いや、今、話、スクワットはします。エコーかけてるところです。会社のセミナーで習ったことと内容が同じだった。なんでかっていうと、俺ね、アチーブメントの青木さんっていう人から教わってたの。アチーブメントの青木で検索したら出てくるよ。本もベストセラーになってる。うん。コンサルトップ走ってる会社だね。うん。アチーブメントの青木さんの話とか何回も聞いてるし。うん、聞いたことある人は、自己啓発系で今日本でトップ走ってるところね。青木さんって。エリちゃんありがとう、うん、あと俺はあと加藤修史さんっていう人、トマベチヒデトはね自己啓発は入ってるけど、あの人すごいよ。トマベチヒデト本当に天才だよ。あの人舐めない方がいいよ。うさんくさいけれども、あの人がやってること結構すごいから。なんか多いよね。なんかニーズがあるみたいね。結構楽しいっていう人が多くて。なんか自己啓発系のほら、生主っていないじゃん。なんか受けてるんだよね。うん。全然普通の話もするよ。ただ質問がそういうのが多めになってるから、やっぱ今聞いてるリスナーさんに答えていきたいから。うん。なんだろうね。最近なんか増えてるよね。うん。トマベジヒデトは脳機能学やってるから、オウム真理教の脱洗脳とかもやってるし、すごい最先端だ。うん。まあ昔ね、これでずーっと食ってってたからね。うん、だから、吉田松陰とか本にネットに載ってないさ、吉田松陰が唱えてた。吉田松陰つったらみんなどれだけすごいかってわかると思うんだよ。ね、幕末で大活躍して思想家だよね。あれだけの、ね、革命を起こした、ね、その先駆者なわけだ。そう、吉田松陰が言った言葉とか、その意味とかを全部解説してたね。でも、吉田松陰も全く同じこと言ってるからね。志から全ては始まると。志っていうのは十の心を一つにして志って書くんだよ。志って死って書くけど、十の心、全ての心を一つにするって邪念がないって意味なんだけど、全ての十の心を一つにして志すと。
で、志から全ての物事は始まると。だから、精神性のことを唱えてるの。そう。だから、侍も日本人も実は分かってたんだよ、それは。できる人がね、上位にいる人は。十の心を一つにするとか言って、志すと。いや、漢字って面白いよね。あの、漢字一つに全部意味が込められてるから、うん。日本人はね、漢字も使えるから、もっともっと自分たちの言語っていうのを使いこなした方がいいと思う。ネットはリアルのコミュニケーションに悩む人も多いからね。うん。でもね、あの、ネットを逃げ場にしてもらいたくないな。やっぱネットはツールだから。ネットもリアルなんだよ。俺からすると。ネットとリアルをかけ離れてるのがおかしくて。電話みたいなもんなんだよ。メール機能みたいなもんで。ネットそのものも道具でしかないんだよ。今この瞬間も俺はリアルだと思ってるから。うん。なんかその、なんか逃げ場っていうかね、仮想空間みたいに捉えるっていうのは俺はあんま好きじゃないね。無気力からの脱出方法は何でした？あ、ごめんごめん。要は、外が嫌だから、無気力になるに決まってるじゃん。やる気なくなるじゃん。だから、俺はワクワクすることを探してほしいというか、別にその、無理に外に出たりとか、気力元気を出すっていうことはいいことだと思ってないの。見つかったらいいことだけど。だから好きなことをやるっていうこと。嫌いなことをやらない。好きなことをやる。そう。好きなことをやると。ただそれだけ。気力が上がることだけやればいいっていう。うん。すべて楽しいと思えなくて超引っ込みじゃん。あ、だけど、その、俺にとって配信がまさに今そうなってるけれども、譲れないものって出てくるんだよ。裏切れないものって出てくるんだよ。だんだん。これしかないって。なんで俺こんなことやってんだろう。でもやんないと、みたいな。でもやるんだよ、みたいな。言い訳なんかいいんだよ。でもやるんだよって。これが俺のライフスタイルなんだよって。俺の生きるっていうことは、俺は配信やることなんだよ。俺はもう配信以外何もないんだよ、今。うん。これ、過去のことなんだよ、これすらも。もう戻れないんだよ、こっちには。3年間もうどっぷり使ってんだよ、俺ここに。もう俺から配信撮ったらマジで何も残んないの。だからやるんだよ。たまに思うんだよ。俺なんでこんなことやってんだろうって。食えない時とかリスナーさんが集まんない時、マジで思うんだよ。なんで俺こんなことやってんだろうって。でも俺は、でもやるんだよって。俺のアイデンティティだからって。そういうものを作るといいんじゃない？俺はもう配信にどっぷりだから。うん。配信やってみるのありだよ、全然。仲間になろうよ。うん。全然応援するよ。もう戻れないよ。もう引き返せないよ。31だぜ。31だぜ。31で8万しか稼げてないんだよ。でも頑張ってるからね。旗から見たらクレイジーだよ、これ。何言ってんの、こいつって。8万しか稼げてないのって。食えないじゃんって。でもやるんだよ。俺は食うんだよ。俺にはもう引き返せないぐらい、たった75分の間に567人の仲間がいるんだよ、俺には。この人たちを裏切れないんだよ。今まで支えてきた膨大なリスナーがいるんだよ。この人たちの思いを無限にできないんだよ。もう前に進むしかないんだよ、俺は。もう引き返せないんだよ。だからやるんだよ。狂ってるぞ。俺にはこれしかない。中途半端かもしんないけど、結果出てないかもしんないけど、これしかない、俺には。私は彼女さんの方が好きなんだよね。ああ、嬉しいよ、嬉しいよ。俺は彼女愛してるから。私は40歳だよ。年齢は関係ない。人生は年齢関係ない。40歳から成功した人いっぱいいるよ。年齢なんて関係ない。むしろ40歳で一番成功する年なんだよ。40歳から花開くんだよ。みんな知らないから日本的な考え方ダメだよ。グローバリズムで考えたら40歳からが一番いい時は40歳なんだよ。彼女は家にいる今。コメント打ってるから多分見てるんじゃない？のんたん見てる？のんたん寝たかな？俺は彼女愛してるよ。本当に可愛いの。本当に好きなんだ俺。これ本当に好きなんだわ。出会えてよかった本当に。なんかね、本当にね、彼女の横顔見てるだけでね、幸せな気持ちになるんだよね。見てる？
なんだろうね。30過ぎてこんなに人のことを好きになれるのかっていう不思議な感じだよ。二人で今ね、本当にね、中学生みたいに青春をしてるの。うん、ビリヤードやってるだけでもう世界が違うんだよ、本当に。不思議だよ。うん、YouTube で彼女さん見たらすごい可愛い。お人形みたいで。可愛いよ。うん。うん、まあ、超絶メンヘラのところがまた面白いなって。俺変人好きだから。彼女は変なところも変わってるところも、クレイジーのところも全て愛してるから。うん、俺は彼女でなくちゃいけないと思ってるし、彼女も俺じゃないといけないと思ってるから。うん、本当に。絶大な信頼関係があるね。うん、これ本当に口じゃなくて、本当にね、心で繋がってるんですよ。不思議なもんで。本当に彼女と出会うために生まれてきたんだなって思ってる、うん、不思議だよ。多分あれだね、前世で出会ってるのかもしれないね、うん、わかんないけど、前世があるのかないのかわかんないかもしれないけど、何かつながりを感じるよ、うん、科学では説明できない深いつながりを感じますよ、うん、本当に。前世は信じてないかな前世は信じてないけど、何かそういう運命的なものは感じる、正直、うん、そう、うん、前世はなくて、俺は永劫回帰って言って、自分の人生が何回もループするっていうのを信じてるから、前世とはまた違うのね。もう一回始末坂道を繰り返して100点取るまで繰り返すっていう感じだから、多分前の始末坂水でも出会ってるんだろうね。だから多分今回生まれ変わった自分に生まれ変わったの、彼女のことを幸せにしないとダメなんだなって思ってるよ。そうじゃないとずーっと彼女と一緒にループしちゃうから、うん、私まだそんな人と出会えてないな。いつ出会えるんだろう。出会えるよ。絶対出会えるよ。うん、絶対出会えるよ。うん、絶対出会えるよ、うん。そうそう、死んだらまた始末坂水をやり直す。でもその中にはこの世界でもうゴールしちゃった人、100点取った人はいなくなってるから。また新しく作られた生命もあるから。パラレルワールドなんだけど。そう、100点取るまでずーっと、やり残しがあるとずーっとループするっていう。やるべきことをやんなかったら、要は心に悔いが残ったらずっと自分を繰り返すっていうゲームだね、うん、死んだらゼロか、うん、まあ、いろんな生命感があるからね、うん、でも全然押し付けとかはしないよ。こうだって断定的なんじゃなくて、まあ自分の中でこうなんじゃないかなって思うような出来事がいっぱいあるの、うん、あ、でも、前向きになった方がいいよ。ネガティブな感情はいらないんだよ。現代社会では。あ、100点取れそう。あ、そう。いいね。そういうのが競争っぽいって言われる。まあまあ、メルヘンだから、俺、基本的には。乙女だから。こんななりしてるけど、実は乙女、ロマンチックだから、うん。そうそう。だからよく言うんだけど、結構女の子的な部分なんだよっていう。うん、結構ね、メルヘンなんですよ、僕。あれだよ。ネガティブはいらないよ。本当に。生きてく上、ネガティブな感情はいらない。人間は自由になるために、幸せになるために生まれてきてると俺は本気で思ってるから。できることなら世界中の人が幸せになるようにしたいよね。他の人の幸せを願えるような人間になりたいと思う。守護霊も信じないですね。いや、その理屈で言うと、うん、その理屈で言うと守護霊は信じてない。でも守護霊信じてる人は否定しないかな。いろんな世界観があって多様性が美しいと思うから、だから強要しなければいいと思う。俺はこう思うようでいいと思う、うん、アドのプレゼンなら教祖になれると思う。いや、教祖に、いや、どうなんだろうね、うん、なんだろう、俺は、だから、なんかこう、上に立って下がいるっていう考え方が嫌いだから、全員仲間だと思ってるから、フラットな縁が好きなんだよね、仏教的な。こう、マンダラ的というのかな。みんなの世界があって、俺の世界が被ってるっていうか、相互作用してるっていうか、それ仏教的な考え方をしてるから、
なんつうんだろう。上も下もなくて、共存し合ってる社会が好きだ。だから、俺の考え方で言うと、俺は輪廻転生はしないって考えてて、永劫を回帰すると思ってるから、始末坂道だよ、永遠。そう。永遠と始末坂道。うん、で、100点取るまでずっと自分の人生繰り返す。だからデジャブとか、あ、この人会ったことあるっていう感覚があるの。うん、この人、前に会ったことあるって、うん。この人とセックスするなっていうのがわかるの。でもこれオカルトだからやめようぜこの話。やばいやつだね。まだこれ病院で話すと、これのせいで俺統合失調症って言われたの。これで障害者手帳3級出されたんだから。先生の前でこれずーっと語ってたら頭おかしいわって言われる。やめよ。これは俺の病気の話だから。あ、病人だからね俺。障害者だから。やめよ。これは本気で思ってるから。運のいい人悪い人っている。看板が落ちてきて死んだり、1秒でも止まってたら違うところ死ねば死ななかったのに。あれは何だろう。まあ運命だよね。うん。そんなの普通かな、キャナピー。どうだろうね。まあまあまあ。俺は、だから、わかるんですよ。うん。繋がってる人がわかる。うん。そう。うん。そうそう、縁ね、縁、そう。わかる？ピアノ P も、うん、そう。会った瞬間にわかるんだよね。あ、この人繋がってるっていう、うん、あ、この人繋がってるなっていう、うん、夢に知らない人が出てくるのはなぜ？その人に会いたいの。一応ね、なんで、精神分析をすると、夢っていうのは記憶の再合成だから、記憶にない人は絶対に出ないはずなんだよね。うん。だから知らない人は絶対出ないはずなの。理屈上。脳機能学的に言うと。だから、もしその人が出てくるのはなぜって言ったら、俺の理屈で言うと、前の始末坂水で出てる人っていうのが俺の理屈なんだよ。俺の理屈だよ。でもこれ話半分に聞いて。これは自己啓発と何の関係もないから。これは俺のただメンヘラモードなだけだから。俺はだからその、なんつうんだろう、そのファンタジーと、ファンタジーが入り混じるから、時々。俺の話は。今ファンタジーモードだよ。かくんはコツ、楽しんでってね。いらっしゃい。覚えてないだけでどっかで関わってるかもしれない。まあ、だから脳機能学的に言うとそうだろうね。うん。分かった、そういう考え方も面白いね。うん。でも本当に分かるんだよな。でもさ、百発百中でセックスする女、お酒やめた俺。お酒やめた。うん。お酒もう普通に飲んでたし、バーもやってたから、お酒全然飲めるけど、弱くはないよ。むしろめちゃめちゃ酒強いよ。うん。酒弱くないっすよ。あ、めちゃめちゃ強いっす。でももうやめましたね、うん。お酒を飲んで楽しいことが一つもないっていうことに気がついたんですよ。うん、で、ちょっとかっこいい人に出会って、まあ、直拓さんっていう人なんだけど、直拓さんってお酒飲まないんですよ。で、なんでって聞いたら、酔っ払ってる時間がないって言うの。かっこよくない？いや、酔っ払ってる時間ないんすよって。仕事が忙しくて。やることいっぱいあるんすよって笑顔で言ってて。かっこいいな、なおたくさんと思って。で、よくよく考えたら俺もね、酔っ払うのあんま好きじゃないし、酔っ払いもあんま好きじゃないし、酒自体は高いし、まずいし、なんで飲んでんだろうと思って。あ、じゃあ俺もやめようと思って。うん。あ、まあ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 、仕事上飲まないといけない。だから酒飲む人は別に嫌いじゃないけど、全然飲んで飲んでって感じだけど、俺の人生に酒いらないなと思って。なおたくさんの言ってることかっこいいから。あ、じゃあ、やっぱ、かっこいいと思う人からは、いただこうと思って。考え方を。それでやめたかな。うん。うん。まあ、単純にお酒がだから好きじゃなかったんだよね。うん。だってさ、ぶっちゃけな話さ、ワインよりもファンタの方が美味しくない？カルアミルクよりもコーヒーの方が美味しいし、なんだろう、なんで俺酒飲んでんだろうっていう。酒飲むのが仕事だから、酒飲んで稼ぐ。あ、まあまあまあ、好きな人は全然飲んでいいと思う。まあ、俺の人生にはあんま必要なかったんだよね。うん、そんな感じかな。うん。
楽しかったら飲むし。うん。だから別に酒飲んでる場には行くよ。うん。だけどまあ、まあまあ、頭痛くなるんだよ、酒飲むと。酒好きじゃないんだ。辛いね、それ。うん。ただそれだけ。別に格好つけてるわけでも何でもなくて。飲む必要ないな。酒飲みたいってなんないかんね、俺。ドンペリもまずかった。私もジュースでいいや。でもタバコは譲れない。あ、俺もタバコはやめる気ねえな。うん。タバコは好きだね。アルコール依存症になって立って、おー大変だったね。依存症までなったら抜けるの大変だからね、本当に。まあ、配信中毒だからな、俺は。まあ、いろんな世界があるよ。まあまあ、昔から俺ドラッグも嫌いだったし、うん、あの意識を酩酊させるの俺は座禅をやるから。だから、その、ドーパミン、セロトニン、エンドルフィンとか全部出せるの、自分で、セルフで。だから、そのドラッグに頼らなくても、マリファナとか吸わなくても全然その、興奮できたりするから、子供の頃から。だから、あんまり、その意識を。いや、まあだから今、結構ノルアドレナリン出気味だけど、うん。エンドルフィンは出てない。セロトニンも出てないね。今、ノルアドレナリンが出てる。うん。出せる出せる、全然。うん。座禅やってるとね、うまくコントロールできるようになるんだよ。これは本当だよ、全然。簡単に。まあ、トレーニングが必要だけどね。呼吸法が一番、セロトニンとか出すのは呼吸法が一番いいね。そう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 。まあお坊さんにパンって叩かれるのはあれ意味があることなんだけど、まあ簡単に言うとあれだね。うん、まあだからその本がこれですよ。うん、座禅の本だからこれは。さっきからこれ何これ何って言ってる。ニルバーナのプロセステクニックっていうのは、これ座禅の本なの。クンダリーニヨーガっていう、ヨガの奥義だね。その、ヨガの奥義の、まあ、ハウトゥー本って言ったらいいのかな。そういう本なんですよ。4種類のヨーガの本なんだけど。座禅やってますよ、僕。趣味座禅っていうか、まあ、絵とかで言うとこういうね、座禅の。図解でも出てるし。あ、お寺に、禅寺に行ってちゃんと、あれだよ、教わってきてるんだよ、俺。うん、禅寺でちゃんとやってますよ。朝原翔子は本当に飛べるのかな？あれはね、ぴょんぴょんやる。要はね、クンダリーニヨーガ、あ、クンダリーニじゃなくてね、ムーラダーラチャクラって言って、お尻の穴にチャクラがあるんだけど、あれを刺激するっていうだけ。うん、今日ね、彼女はね、もう家に帰ってますね。一緒に住んでるわけじゃないから。うん。和道さんって詐欺師とか悪いことしたらうまくいく人の心の掴み方だよね。だって俺、詐欺で捕まってんだぞ、カー君。俺前科3犯で詐欺で捕まってんの。やめなさいよ。やめなさいよ。また詐欺師って言われた。詐欺何して捕まったの？知らない人いるんだ、ゴミおにぎりさんの。俺はだから信託受益権詐欺とか。うん、だから人のね、信頼を勝ち取るのは得意なんですよ。うん、まあ、今こんななりだからあれだけど、ちゃんと髪の毛セットしてスーツ着てるとできる人になるの。ね、朝原は詐欺師だよな。、うん、
そうだよね。群れだらチャクラを解放することが大事なんだよね。詐欺したお金って返さなくていいんだよね。俺1円も手にしてない。おい、みんな勘違いしてるけど、おばあさんから600万騙し取ったっていう風に言われてるけど、それは事実なんだけど、俺600万円自分で使ってないの。1円も手にしてないの。そのまま、なんか、俺は営業の会社を頼まれて、営業マンやってっつっていいよって友達の会社を手伝ったつもりでやったら、それが思いっきりオレオレ詐欺だったのよ。だから、1時間ぐらい俺の手元にバッグに600万入ってたけど、それを人に渡しただけなのよ。それでパクられたんだよ。うん、ワドニコニコってアカウントはワドさんの別アカですか？え、ツイッター？ツイッターは俺これしかないけど。え、なんのアカウント？俺偽物多いかんな。なんか出てきた？ワードニコニコって。どれだろう？どのアカウントだろう？うん、フォローされた？ワードニコニコ？何？ツイッターの話？あ、俺の偽物だからブロックして、それ。通報してください。何でフォローされた？うん、何でフォローされたか教えて。あ、それ偽物ですね。ブロックしてください。今、ツイッター？あー、偽物。始まったよ。あー、ブロックして、ブロックして。うん、ブロック。俺の偽物。ブロックしてください。あ、ブロック。うん。アンチ。昔っからいるアンチです。クジラくん、わかつ、速攻ブロック。うん。通報してください。偽物です、偽物。刑務所は生活ない。うん、ハートありがとう、うん。通報してください。俺はツイッターアカウント下にあるやつだけだから。うん、俺のツイッターアカウントは、今持ってるやつだけですね。多分ここにいる人みんなにやってると思う。あー、全員ブロックして、ワードニコニコっていう、アカウント、ブロックしてください、うん。おまけに通報しちゃってください。もうだって、ツイッターにアンチ1万人出てきたんだもん。ワドーっていうアカウント1万個作られて、しっちゃかめっちゃか荒らされたぐらいだもん。よくやるよな、本当に、うん。あれは偽物ですよ。あ、そうなんだ。大丈夫。本当のアカウントは下にリンク貼ってあるよ。ワドーのツイッターって下にリンク貼ってあるでしょ。それが俺のやつだね。YouTube のチャンネル登録と。あ、通報ありがとう。ありがとう。昔からね、ツイッターにね、偽物がいっぱいいるんですよ。うん、みんなブロックお願いします。偽物の方がフォロワー多い。どういうことだよ。偽物の方がフォロワー多いとか頭おかしいよな。ずっともう粘着されてるから。引っ越してないよ、全然。このまんま。今まで通りだね。あ、釈迦いる。全然元気だよ。全然元気だよ。ニコニコは和道さん現在しておりません。うん、どういうことだろう。どういうこと？
いいね。あと5000、あと4000ポイントで、あと4000ポイントで9万いくぜ。マジで射程圏内入ってきたよ。あと5000ポイント。あと5000ポイントで行くぜ。どうしようかな。今日5000ポイント稼ぐまで配信切らないでやろうかな。朝9時まで6時間あったらいける気がするんだけど。狙おうかな、5000ポイント。いや、とりあえず15万稼ごうかなと思ってて、生活保護抜けるラインだから。うん。あ、偽アカウント消えた？うん。早えな、大将。早えな。うん。狙っちゃおうか。ねえ、せっかくだからね。うん。今、8万6000だから、違うわ、3300円だ。3300円で、あと3300円で9万ポイントだから、いけるよね。今、今月の合計が 86,761 だって。ねえ、ね、全然狙えるっしょ。いや、役所の人びっくりするんじゃないの？おぉ。いや、本当に配信で抜けるんだって。役所の人にもずっと言ってるから、俺は配信、で、抜けますからって。ちゃんと仕事としてやってますからって言って。うん、馬鹿にされてたけどね。配信ですか？みたいな。馬鹿じゃないの？みたいな顔されたけど。胸張ってね、抜けられるよ、これで。プロ配信者として抜けますよ。もう二度ともう生活保護には戻らないけどね。国に返還どころかね、税金払ってね、その恩返しするぐらいになんないとね。頑張ろう。そりゃびっくりするよな。生活保護まで落ちぶれたやつがさ、いや、ちょっと感動しない？本当にドラマみたいじゃない？生活保護を受けるまでホームレスから、オレオレ詐欺からホームレスになって3ヶ月間。で、生活保護になって。で、配信やって、配信で食えましたってさ。ドラマみたいだよね、なんかね。小説にしようか。書籍化しようか。で、世界旅してますとかね。すごいよね。みんなね、知らない人多いんだけど、ハリーポッターって生活保護中に書かれた作品だって知ってた？みんな。イギリスで生活保護受給中に作られた作品なんだよ。だから、日本だけなんだよ、生活保護叩きがあるのって。生活保護でも、生活保護受けてる間に本を書くっていうのは仕事として認められてんの。知らないでしょ、みんな。知ってた？そうだよ。ハリーポッターって生活保護中に書かれてる作品なんだよ、あれ。そう。だから海外の人はちゃんとわかってるの。そう。知ってる？みんな。あ、知ってる人結構いるんだね。そうそうそう。そうで、子供に、お金がないから物語を書いてあげられないっていう。あ、ハートありがとう、リオン。サンキュー、サンキュー。嬉しいよ。そう、子供に本を、物語を教え、おし、なんか素敵な物語をプレゼントしたいって言って。うん。すごいよね。今じゃ高額納税者だよ。おう。ねえ。そうだよ。結構その生活保護界隈では有名な話だよね。うん。だから、ああやって、ちゃんとその生活保護になっちゃうような人でも、ちゃんとその、育てていったら国に還元できるんだよ。うん、すごいよね。うん。そう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 。うん。人生わからないよ。ねえ、ハリーポッターの印税でどれだけ国が儲かってるか。この作者のことで映画作れそうだよね。本当だよね。ドキュメンタリー見てみたいよね。サッペさん、こんばんは。ハートプレゼントありがとう、あやか、リオン。ファミレスのコーヒー、ファミレス一杯のコーヒーでハリーポッターをかける。そうなの？すごいね。すごいね。執念を感じるよね。だから人間やる気になればどっからでも這い上がれるんだよ。生活保護叩きは、だからもう国の制度がぐちゃぐちゃになってるんだよ。働いてるのがバカらしくなってるからそうなってるんだよ。だから働いてる人をもっとサラリーマンとかアルバイトとかの時給を上げるべきだと思う、俺は。だって働いてる人が頑張って頑張って生活保護の方がいい生活してるとおかしいもん。それはなんか生活保護羨ましいとかわけのわかんない社会になっちゃうよ。俺はでも生活保護よりも今頑張って抜ける方で頑張った方がいいんじゃないかと思ってるけどね。やっぱなんだろう。やっぱぬるま湯って怖いよ。うん。ぬるま湯は怖い。これはね、受けてみないとわかんないと思うけど、
ずっと働いてきたわけよ。俺、中学3年生の頃からアルバイトやってたから。15万稼ぐのにさ、成田で週5日8時間勤務で、確かね、残業も2時間とかやって14万ぐらいだったんだよ、給料が。うん。突然打ち切られることはないよ。それはなんか都市伝説だと思う。そう。だからワーキングプアの人が多すぎるんだよ、今。富の再分配が必要だと思うよ。うん。一生生ポは、ちょっと怖いかな、俺は。ぶっちゃけた話さ、生きてはいけるわけじゃん。贅沢はできないかもしんないけど、死なないお金なんだよ。でも死なないのと生きてるのは別じゃん。俺は生きたいかな。死なないことよりも生きたいよ。稼ぎたいし、自分で誇りを持って、こういうことやってますってやっぱ胸張って言いたいから。俺はだから、まあ、ね、あの時、その生活保護っていう判断は、間違ってなかったと思うけど、仕方なかったことだと思ってんの、正直。本当に死にたかったし、本当にもう本当に積んだっていう状態だから、人生で本当に積んだっていう状態ってなかなか始まらないでしょ。積んでたな。苦しかったね。まあ、今となっちゃいい思い出だけど、いや、だからね、本来だったら家族とかさ、仲間とか頼れるんだけど、もう本当に東京で一人ぼっちで、住む場所もなければ実家も家族もいない、友達も自分から立った、誰もいないっていう。あんな孤独はもう味わいたくねえな。もう今想像しただけで涙出てくるもん。ホームレスだった、そう。本当に辛かったな。もうあんな惨めな思いしたくないな、本当に。もう本当に涙出てくるね。もう戻りたくない。本当に辛かった。本当に辛かった。いやー、あれは言葉にできないよ、本当に。だって稼いでたんだもん。稼いでたし、ぶっちゃけ成功してたんだもん。六本木ヒルズの最上階からさ、まさかホームレスになるなんて思ってなかったよね。本当に人生何があるかわかんないよ。辛かったなあの時は。でもね、徐々に助けてくれる人とか友達とか仲間とかができていってさ、今頃何してるかね、どうだろうね、想像もできないけど、いやー、本ね、どうだろうね。まあでも成功してからかな、自分のやりたいことができてからかな。六本木ヒルズの最上階でセミナーやってたんですよ、僕。さっきその話してたんだけど、そう、遊んで、もう本当に30万、40万って金が入ってきた。むーちゃん、あ、ハートありがとうございます。楽しんでってください。いや、何があるかわからんよ、本当に。本当にこのままね、月収100万超えて遊んで暮らせると思ってたからね。ね、何があるかわかんねえわ。個人で営業売上4800万だよ、年間。すごくない？4800万売ってたんだよ。まっさらの状態で。びっくりするよな。よく頑張ったよ。昔の写真とか見せるとみんなびっくりするよね。俺がビジネスバリバリやってた頃の写真あるんだけど、見たい。ビジネスやってた頃の写真見たかったら今見せるよ。見たい人いたら。サプリメントと、あれだね、俺はサプリメントの販売やってたね。見たい。ちょ待って、見たい。オッケーオッケー。ちょっと探すわ、写真。見たい。見たことない人いるのか？見たことない人多いの？あ、ハートありがとう。ちょっと待ってね。今探してくるから。あるかな？あったあった。
全然今と雰囲気違うよ。全然今と雰囲気違う。どこにあるかな。この辺かな。この辺かな。あ、これもう配信やってる頃だからまだだ。ちょうどね、俺が一番稼いでる頃は、この辺ですね。雰囲気全然違うからびっくりするよ。マジでびっくりするよ、多分。これがその六本木ヒルズで最上階で表彰された時かな。これが何歳で、26の頃かな。これ六本木ヒルズの最上階にヒルズクラブっていう、その年会費360万払って出入りすることができる場所があるんだけど、六本木ヒルズの最上階のヒルズクラブだね。全然違うでしょ。これがね、26か27ぐらいの頃で、笑っちゃうでしょ。ハートプレゼントありがとう。超成金でしょ。笑うでしょ。このドヤ顔見て。ドヤってるでしょ。六本木ヒルズでドヤってる男ですよ、これが。でもオーラあるでしょ。稼いでるオーラあるでしょ。あさみんプロさん、こんばんは。懐かしいね。笑うでしょ。ほら、もう芸能人の、これ誰だかわかるかな。こうやって、もう取り巻きの人が全然違うんだよね。飯食う人とかが全然違うんだよ。これ誰だかわかるかな。浅丘ゆきじさんね。下品な成金とか言わないの。これは、ケツメイシの桜を作った人ね。もう5000万枚ぐらい売ってる音楽プロデューサーで、柳マンっていう人ね。この人は、桜舞い散る中に忘れた記憶と、って。もう、柳マンってウィキペディアで検索したら、みんなが知ってる曲、ほとんど作ってるよ。エレファントカシマシとか、倖田來未とか、エグザイルとか。柳マン、音楽業界ですごい有名な人ね。全然違うよね。こっからホームレスになるとは思ってなかったよね。成金の顔でしょ？成金の笑顔ですよ、これが。まさかこっからホームレスに落ちるとは思ってもいないでしょ、この顔。六本木ヒルズでドヤってる笑顔ですよ、これが。こいつ腹立つわ。こいつめっちゃ腹立つわ。ドヤってるでしょ。人生何や、こいつに言ってあげたいよ。こいつに言ってあげたいよ。お前、数年後ホームレスで生活保護だから。お前、生活保護になるからな。未来の俺が教えてやる。お前は生ポになるんだよ。ウケるよな。もう本当に想像もしてなかったもんね。堀江もんみたいになると思ってたもん。成功すると思ってたからね。まあ、ランチタイムもドヤってるんでしょ。ね、いいところでランチ食ってるんでしょ。今なんか笑い話だよね、こんな顔。もうランチでドヤってる男見て、これ。ドヤってるでしょ。くっそ笑うでしょ。こいつホームレスになんだよ。こいつ数年、1年後この後ホームレスになんだよ、こいつ。くっそ笑うでしょ。雰囲気あるでしょ。こいつは詐欺師って言われるのわかるよね。めっちゃ仕事できそうでしょ。スーツパリッパリだからね。雰囲気あるでしょ。いやー、でも、26の面構えじゃないよね。オーラあるよね。修羅場くぐってるオーラあるよね。あー、面白い。懐かしいね。懐かしいな。超かっこつけてるよね。いや、まあ、こんな時代があったんですよ。まあ、17歳の頃こんな感じだったかな。もうこいつの人生どうなってるのっていうね。写真で面白いからね。17歳の時と26の時全然違うでしょ。お前、北斗の拳の残党かよみたいな。笑わない、これ。
これ17歳だね。もう人生落差激しいよね。何が何だかもうわかんねえよ、俺も。俺自身よくわかんないもん。何がどうなってんだ、こいつの人生っていう。突然変異多すぎるよね。いや、笑うわ。わけわかんないわ、本当に。いや、いろいろ経験してますよ、本当に。いろいろ経験してますよ。受けるね。いろいろあるね。いろいろあるわ。まあまあまあ、いろいろ、ほんと経験してますよ。経験して、しなくていいことから。もう自分でも何が何だか分かんないもん、ほんとに。自分でもわけ分かんないもん。何なのっていう。何なの俺っていう。落差が激しいわ。あ、仕事中の俺だね。どやってるぞ。商談中の俺だね。あのね、もう商談ね、ルノワールとかじゃなくてね、ホテルのね、かっこつけたいからね、ホテルのラウンジの一室。かっこつけてるな、こいつ。ホテルのラウンジで商談してたから。もうどやってるぞ。もうこれが成金ですよ、これが。成功したいって言ってんの。俺と一緒にサクセスしようよ。俺と一緒に成功しようよって。俺についていけば間違いないからとか、わけのわかんないこと言ってた頃で。いやー、どやってるね。どやってますね。まあ、若気の至りですな。若気の至りですよ、本当に。この頃は本気でね、本気で会社でみんなで革命を起こそうとしてたからね。力不足だったよな。まさか生主やるとは思わなかったもんな、この頃。本当に考えもしなかったよ。本当に自分がニコニコ生放送とかやるとも全然思ってなかった。本当にな。どうだろうね、わかんないけど。わかんないけど。まさかね、まさかこんな人が友達になると思わなかったよね。見て、俺の親友。ゆうかいらっしゃい。俺の親友。俺の大親友。人脈変わりすぎでしょ。今俺の一番仲いい人。俺の大親友。いやー楽しいわ。いろいろあるね。こなきじじいとか言わないの。大親友です、僕の。いやー、面白い。何があるか分かんないよ、みんな。いいことも悪いことも何があるか分からないから。だから前向きに生きよ。いろんな辛いこともあるし。辛いこともいいこともあるって。そうそう、ロハコさん、大親友。もともとね、ロハコさんはね、生主始める前ね、1年ぐらい前から俺のリスナーさんだったんだよ。だから、あの暗黒で鮮烈なデビューをした時にびっくりしたの。えって。えって。あのロハコさんつって。そうですね。僕がロハコです。僕は今暗黒ナンバー2ですから。もう面白い。爆笑したよ、本当に。もうコメントでしか知らない人だから、急にブレイクしてバーン行ったな。ねえ。波乱万丈出れるよ、本当に。いや、もう本当に波乱万丈だからね。まあみんなね、人生掘り下げたらいろいろあるわな。いろいろありますよ。まあ人生ジェットコースターだから、楽しんでこ。もう見せ物にした方が早い。俺の人生はもう見せ物にした方がいい。金取れると思ってるから。なかなかいないでしょ。ホームレスになる人も珍しいし、六本木ヒルズの最上階の景色を見たことある人も珍しいじゃん。両方経験してるのなんかそうそういないよ。知り合いにいる？知り合いに上場企業ね、3回作った社長と一緒に仕事をしてたことがあって、六本木ヒルズの最上階の景色を26で知ってて、で、段ボールで寝たことがあるんだよ。こんなやついないでしょ、友達に。
本当にいないと思うよ。マジで。もう本当にね、しなくていい経験をしすぎなんだよ。いたら教えてほしいもん。おー、Z さんありがとう。そうやって、また新しい、俺らは伝説を作ってるわけよ。こう配信で稼ぐっていうね。Z さん、花火ありがとう。みんなパチパチお願いします。Z さんありがとうございます。Z さんにパチパチお願いします。初見さんいらっしゃい。なんか元気もらいました。いや、いろいろありますよ、人生は。初見さん、コメントありがとう。面白かったらフォローしてってください。和道と言います。配信歴4年目です。はい。六本木ヒルズ最上階からホームレスまで落ちた男です。どうも。どうも。どうも。うん。まあ、だからね、人生何とでもなるから。うん。パンツァフォーさんいらっしゃい。うん。本当に何とでもなるよ。うん、本気だったらね、本気だったらね、人生は変えられるから、良くも悪くも良くも悪くも変わりますよ。だからね、行きましょう。本当に死のうと思ったから本気で死のうと思ったからね、リアルに本気で死のうと思ったことないでしょ、うん、あるかな。タイトルそれで行った方が人集まるんじゃない。いや、いいんだよいいんだよ、うん、出会いだから、出会いだから。ちーちゃんいらっしゃい。楽しんでってください。コメントありがとうございます。もし面白かったらフォローしてってください。だからニコ生の和道は伝説なんやん。うん。ただ、不可視だと思われてるから、俺がその、なんつうの。俺の過去の、その、六本木ヒルズの話とか、会社やってた頃、不可視だと思われてるから、不可視だったらさ、リアリティあるでしょ、ちゃんと。うん。体験したことは嘘つかないからさ。いや、だから、まあまあまあ。だから、生主っぽくないのは、多分ね、会社とかやってたからだよね。うん、いろんな経験してるからだと思う。うん、なんとでもなるよ。なんくるないさ。なんくるないさ。うん、新しいフォロワーさん、なんて呼ぶんだろう。レンさんかな。レンさん、フォローありがとうございます。あ、ね、最上階、さっきも話したんですけど、六本木ヒルズの最上階は、奥超えるんですよ。で、みんなが言ってる六本木ヒルズって、ヒルズの横にある茶色い2棟の建物のことをみんな六本木ヒルズって言ってるんですよ。ホリエモンとかが住んでる。あれはもうオクションなんですね。で、僕が言ってるのは、六本木ヒルズってメインのビジネス街あるじゃないですか。あそこの最上階が六本木ヒルズクラブって言って、年会費360万で、年会払った人しか使えないセミナールームがあるんですよ。要はヒルズ族の中でも会社のプレゼンテーションとかドバイの社長とかが呼ぶような、そういう接待用のところがあるんですね。で、住んでたわけじゃなくて、そこで講演会で表彰されたんですよ。だから住んでたわけじゃないです、僕は。うん。まあ見てる方はね、別にね、何でもいいんだろうね楽しかったらね。だから住んだことはないです、僕は。そこでビジネスで表彰されて、そっからの景色見たことあるよっていう、そんな感じです。さすがに住むまでは全然成功してないですよ、うん、そうそうそう、六本木ヒルズクラブの存在もちゃんとした金持ちしか知らないはずで、本当の金持ちだったら知ってるはず。ヒルズクラブっていう存在とか行ったことあるとかいう人は多いと思う。でも本当にもう本当の上流階級っていうか、本当の金持ちしか入れない。本当の金持ちか芸能人クラスのコネクションがないと入れない。そういうところっていっぱいあるのよ。本当の会員制は。だから HIS の沢田さんがやってる銀座のクラブとかにも出入りしてたのね。先輩が沢田さんと共同経営してて。いや、与沢翼は入れないんじゃないか。与沢翼は入れないんじゃないかな。どうなんだろう。与沢翼は知り合いの知り合いぐらいちょっと近い存在なんで、結構いろいろ聞いてます。はい、与沢さんはまあすごい人だと思いますけど、結構近いんですよ。僕は直接会ったことないんですけど、与沢さんと一緒にやってた人とか、与沢さんの先輩、その与沢さんが海外行く時のつてにした人とかが知り合いだったりするんで。でもまあ今全然ビジネスやってないんで、ただのナマポなんで、全然あれですよ、もうただのホームレスです、僕は。5、6年前の話です。
稼いでたのは。ただの貧乏人っすよ。あ、マジで？あ、そうなんだ。稼いでる。稼いでますね、カー君。素晴らしい。まあ、頭いいよな。情報商材をネットワークビジネス化するっていうのは賢いよな。頭いいと思う。ニコ生の和道さんを知ってる人はすごい人だなってイメージ。まあいろいろ知りますよね。まあでも賢いですよね。賢い、すごい。コネクションは大切です。また、いつチャンスが来るかわからない。本当にそれは思いますね。本当に、これマジの話、今、ちーちゃんさんがすっごいいいこと言ってて、本当の、本物の人間に出会ったら人生根本から変わるから。これマジだから。本物の人脈とか、本当にすごい人と出会うと、根本的に人生変わるよ。これマジだから。だから人との出会い、本当に大事にした方がいい。水商売でよくある話が、本当に金持った太客は、ジャージとか汚い格好で来るの、初見で。で、気に入られて、それでも汚いババアだなとか思っても、ちゃんと丁寧に接客するでしょ。次の日、ギラギラのドレスで来たりするから。200万とか入れるから。これ本当だから。これ水商売に今例えたけど、本物は、本物はね、飾らないから。マジで。だからよく言われてるのが、アザブ10番とか、六本木とかで、汚い格好して、犬、でっかい犬2匹連れてるおじちゃんとかいるでしょ。ジャージで歩いてる、なんか汚いおじさんとかいるじゃん。でっかい犬連れてる。ああいうのが本物の金持ちなの。要は、ジャージでその辺うろうろ散歩してるっていうことは、汚い格好かもしんないけど、生活圏内なんだよ。本当に。だから、人をね、時計何つけてるとか、着飾ってるとかで見たら、本当本物の金持ちは足元見られるよ。本物の金持ちはね、着飾る必要すらないんだよ。普通の格好してるから。だから、そういう人に見抜かれるよ。マジで。そう。本当の金持ちは着飾る必要がないの。でかく見せる必要がない。だから、でかく見せようとするやつはどういうやつか教えてやるよ。俺が教えてあげる。ね、自分を大きく見せようとか、自分は金持ちだぞアピールしてるようなやつはこういうやつだよ。よく見とけよ。よく見とけよ。俺が例を出してやるよ。そう、本物の金持ちは、着飾らないですよ。ちょっと待ってろ。今見せてやるから。そう、成金、小金持ちになった調子こいてる田舎者は、ね、こんな格好するから。これが成金ですよ。これ。小金を持ったらこうなるんですよ。わかる？ちょっと小金を持つとこうなるんですよ。どやっていう顔してるぞ。こういうのは偽物だから。こういうやつは偽物ですよ。恥ずかしい田舎者ですよ。成田の田舎者ですよ、こんなのは。わかった？みんな騙されたらダメだよ。本当にオーラのある人は謙虚だから。本物は謙虚ですよ。金持ちアピールなんてしないですよ。西麻布の蕎麦屋にいたときそういう人ばかり。そうですよね。本当に。ドイツ人物とは思えないでしょ？いや、人生いろいろですよ。本当に。いや、俺もちょっと恥ずかしいもん。この時はかっこいいと思ってたのよ。今日は、表彰していただきありがとうございます。こんなに多くの方に、出会えて、こんなに多くの人に、感動しています。成功っていうのは、本当に年齢とか関係なく、どんな人でも頑張れば、チャンスをつかめば、どんな人間でも成功は、まあ、そんな感じだよね。臭いやつだったよね。
ざまあ見ろ。ざまあ見ろ。お前、あれだからね、1年後ホームレスだからね。うん。ゼマティさんいらっしゃい。最近逮捕された詐欺師に似てる、うん、若かったんだよな。もうちょっと恥ずかしいわ。うん、偽物ですよ、偽物。うん、孫正義はジャンパーにキャップでただのさ、孫正義なんかもうレジェンドだからな、俺にとってはな。いやー、かっこいいわ。そんな公演とかありますよね。まあまあまあ、まあ、ネットワークビジネスって言って、かっこつけたらネズミ講をやってましたんだよね。ネズミを、ネズミ斬式に、会員が増えていくっていうね、ビジネスでね、何十万か取ってましたので。新しいフォロワーさん紹介します。フォローありがとうございます。新しいフォロワーさん、ナナさん、トミーさん、フォローありがとうございます。楽しんでてください。ああ、そうなんだ。三木谷さん。いやー、奥が深いよ。だから今ね、もうほんと15万稼ぐのにいっぱいいっぱいですよ。配信で15万でこんなヒーヒー言うと思わなかったよね。だから金じゃないっていうのを俺は誰よりも分かってんのよ、本当に。人生金じゃないんだよ、本当に。小金掴んだって大きいことできないから。人の信頼勝ち取る方がよっぽど大変なのよ。生主やったら分かるのよ。一人フォローされるだけでどれだけありがたいか。新しいフォロワーさん、カークンさんいらっしゃい。もともと、アッチェって言って、エクセレントパートナーズっていうところ、水素系のビジネスやってた会社があるんですよ。南部さんと上田さんっていう方がやってた水素のサプリメントで、まあ、水素サプリメントで、エクセレントパートナーズとか、アッチェって言ったら知ってる人多いと思うんですけど。で、そこの会社で、加藤修士さんっていう人が新たに立ち上げた、H&H っていうところでタイトル取ってましたね。うん。大好きちゃんいらっしゃい。ふわっちで15万大変ですね。でもなんだかんだ言ってもう8万円稼げたからね。うん、結構長く見てるけど初めてフォローした。あ、かくんありがとう、うん。サンキュー。面白くてつい長いしちゃった。いや、まあ、YouTube もやってるから動画のログはね、スタッフのたくみさんがいつも動画作ってくれてますので、もしよかったら YouTube の方もチャンネル登録してくれればね、全部アーカイブは残してるんで。うん、ゆうかさんまた来て、YouTube もぜひ登録してください。ツイッターもフォロワー募集してます。うん。うん。ゆうかありがとね、ねおちね。まあ、ネットワークビジネスね、だいぶね、引き抜きとかあったけど、もう戻らないって決めたからね。ぶっちゃけた話ね、逮捕された後ね、いろんなね、新興ネットワークから、俺4800人いたんですよ。会員が。1年半で4800人まで広げて。ネットワークビジネスは向いてたと思う。だから、かなり引き抜きにあった。お前来いって。いろんなところから。でも、もう戻らないって決めたからさ。うん、ありがとね。また来てね。うん。おやすみ。難しいよね。新しいフォロワーさん。ちーちゃん、フォローありがとうございます。俺のツイッターは見られたら闇つぶやくしかないから誰もフォローしてない。闇系ね。うん。まあ人生いろいろありますわな。まあでもこれからはね、配信者として本当に一本筋通して頑張っていきたいかな。配信はね、奥が深くて楽しい。新しいフォロワーさん、じゅんさくらさん、フォローありがとうございます。ナイキの愚痴とかね。わかるわかる。ストレス溜まるよね。ツイッターはいいツールだよね。ストレスの吐き口にはね。わかるよ。あれ、金梅さんなんでこんなかそってんだ。あ、ゲーム配信か。金梅さんゲームとかやるんだね。ウケるわ。あれ、間違えた。新しいフォロワーさん、ジョセさん、フォローありがとう。なんでそんな雰囲気あるんだろうと思ったら、そんな経験があったんでね。あー、よく言われますね。まあ、ぶっちゃけた話、うん、これ、はったりじゃなくて、本気出したら、月収100万余裕。うん。これ、マジな話。月100万、手段を選ばず、
営業マンでも何でも、企業でも何でも、稼ぎに走ったら、相当ストレスと負荷がかかるけど、月100万は別に余裕。今でも余裕だと思う。ネットワークビジネスとか複数掛け持ったりとか、もう営業系のバイトやったりとか、歩合制の。テレアポとか俺もう回線取るのプロだから。うん。な、ぶっちゃけな話、100はいける。あの、手段選ばない。職業選ばなかったら。自分が得意分野だったら。でも、俺飽き性なんだよ。いろんなことやりたいし、いろんな経験したいのよ。生放送最高に楽しいのよ。で、もう、ぶっちゃけな話、金は稼げても、時間は戻ってこないんだよ。で、ぶっちゃけ、もう仕事やってるオーナーさんとか社長さんいっぱい見てるけど、みんなストレス半端ないのよ。みんな肩ガッチガチに凝ってんの。ぶっちゃけな話は俺向いてないビジネス。うん。だから、俺は1000万は月に稼げないけど、100万はいける、ぶっちゃけな話。だけど、もう戻りたくないし、配信で食ってきたいの。は、もう配信が好きで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 、しょうがないんだよ。もう配信オタクなんですよ。うん。昔の悪い和道さんの YouTube 見ながら寝ますわ。うん。ゆうか、ありがとうね。うん、また来てね。うん。手段を選ばなくて悪いことしていいなら1000は硬い。あー、すごいね。あー。まあ、そんな感じかな。だからもう、まあ、金が欲しいんじゃなくて、好きなことで10万でも20万でも食っていく実力が欲しいね、今。マジで牛の内勤役立たずだからさ、この前なんて67万の会計なのに32万とか出した。最悪。最悪。ネットワークビジネスで成功できるなら才能ありますね。ヒルズの部屋から配信待ってます。いやー、まあ、いやいや、もう、僕は旅配信やりたいんですよ。もう、無理っすね。もう、すごい人たちと、もう本当に、もうビジネスは若手でも天才って本当にいるんだよ。これマジの話、日本にもいっぱいいるよ、頭いいやつ。ひろゆきみたいな人、埋もれてるだけで、本当に頭いいやついるよ。もう、同い年とかでも、こいつマジかっていうぐらい頭いいプログラマーとか、起業家とか、もう5、6000万稼いでたりとかすんのよ。勝てない、勝てない、もう。あ、スワッキーありがとうございます。ありがとう。うん。もうね、もうやっぱね、頭いいやつが勝つんですよ。スワッキーありがとうございます。だから、俺はやっぱ配信が好きだから、これでね、やっぱ生計立てていきたいですよ。うん。うん、努力は必然っていうか、努力なんて当たり前だから、なんか努力してるアピールなんてするやつはバカなの。プロとしてアホなんだよ。プロの世界って努力して当たり前の世界なの。努力してますアピールするプロ野球選手なんかいないはずなの。みんな地獄みたいなさ、もう甲子園で経験するようなハードなトレーニングを毎日やるやつがプロになるようなやつなの。才能も努力も当たり前だから、なんか努力アピってるやつはまだアマチュアだよね。うん。ああ、運ですよね。俺はね、もうダメ。あの、本当にね、あの、器量がなかった。あの、本当ビジネスの世界はもう本当地味無量じゃないけど、あの、本当に才能のあるやつが、本当に頭いいやつが本気でやってるから、ここの世界ではダメだと思ったね。俺は遊びだと。遊び極めようと思った。けど、その内勤ポジティブだからさ、逆に元気もらえる。会計直してきまーすって。いいっすね。そういう部下欲しいっすね。うん。かわいいっすよね。あまあ、経営者大変だけどね。いやまあ、いろんな人間がいてね。うん、やっぱ、トップに立つ人とか経営者は器量ないとね。本当に。修羅の世界ですよ。だから、金稼ぐ人は本当に頭いいよ、みんな。あと、努力は当たり前。どんな世界、水商売でもそうだよ。だから、一流の人間を見たことある人だったらわかるんだよ。一流を目指してる人もわかるんだよ。水商売でも何でも変なことしないから。ヤクザでもそうだよ。上の人は人格者だよ。うん。だよね、本当に。みんなそうですよね。どの世界でもトップに立つ人は人格者ですよ。うん。だから、結局、下っ端の人間が変なことするだけだから。うん。だからね、あの、職業で何かを否定する、人種で何かを否定するっていうのは、ほんとくだらない。うん。おう、ナウシカいらっしゃい、お帰り。うん。プロですよ、プロ。うん。だから、配信にも、うなちゃんマンとかさ、香川さんとかさ、金梅さんとかさ、もうそれこそレジェンドって言われてる人たち、なんて真似しろって言っても真似できないの。俺みたいな青2歳が。うん。まあ、目指すけどね、そこを。そこ、やっぱ、いや、和道も負けてねえよ、頑張れよって言われてるわけだから、
ねえ、でもやっぱレベルの差がわかるわけよ、本人だから。配信やっててさ、おい、お前らよ、なあ、俺はよ、配信で食ってってんだよ、ああ、バカかよ。で、やってるだけで稼げちゃうんだよ。おいちゃんはよ、なあ、まあ、配信で食ってってるからよ、ああ、あげるで。これで生計成り立つんだぜ。すごいかっこいいよ、やっぱり。和道だ。そうだよ。あのね、和道の和道って実は平和の和に変えてるけど、初期コンセプトは我の道だったの。そう。本当は和道なんだよ。本当は和道なの。そう。裏の名前、意味名は和道なんですよ。ただ、俺がっていうのは良くないなって、みんなの和を大切にする日本らしい名前がいいなと思って、それで和道に変えたの。本当のね、由来はね、我の道なんですよ。未だに差別してるやつとか、下をバカにしてるやつは一生本当の上に当たるや本当ですね。うん。うな、うまい。わどつ。ごてんさんいらっしゃい。ありがとう。面白かったらフォローしてて。だって俺、うなちゃんマンに憧れてこの世界入ったんだもん。うなちゃんマンがね。いや、まあ、仕事っつっても、いや、まあ、配信やってるだけだけど。ああ。いや、俺はよ、神様がよ、っていう動画を見たの。え？こんな、ね、配信で遊んでるだけで食ってってる人がいるんだと思って。うん。それで配信興味持ったの。な、俺リスナー一切やったことなかったんですよ。うん。リスナーっていうもの一回もやったことなくて、YouTube で、うなちゃんマンの情熱大陸を見て、あ、こんな世界があるんだと思って、配信者から始めたの、配信って。そう。だからよく、もともと誰のリスナーさんだったんですかとか、いや、誰もいないって。配信自体を知らなかった。もう何年経つ ?3 年半前ですよ。うなちゃんマンが俺の人生を変えたんだよ、だから。うん、不思議な縁だよね。笑うでしょ。あの、おいちゃんが、おいちゃんが俺の人生変えたんだよ。うん、フォローありがとう。ねえ。そう、いきなりなんだよ。だから顔出し配信って怖くないんですかってよく言われるんだけど、いや、俺は顔出すのが普通の配信だと思い込んでたから、うなちゃんマンの真似して始めたから、え、顔出さないの配信で。なんでっていう感じだったの。なんか顔出し配信のリスクとか、名前が売れてくリスクっていうのは、後々感じるようになったのよ。今でも月1回ぐらい。だから、面白いと思うのが、ね、配信者なんかさ、ただの素人なわけじゃん。ぶっちゃけた話。なのに、なんかなんでこいつら芸能人気取ってるんだろうって思ってたの。思うじゃん。バカなのこいつらって。何有名人気取ってんのって思ってたんだけど、ね、2年半ぐらい経った頃に、ね、新宿歩いてたら、和道さんですよね。和道さんですよね。池袋歩いてたら、あ、和道さん、これ受け取ってくださいって可愛い女の子が。あのね、勘違いするぜ。あのね、有名になってくると、本当にいろんな人から、会ったこともない人から、和道さんですよね、写真いいですかとか、和道さんこれ食べてくださいとか、これ勘違いするんですよ。これは。だからみんなこうなるの。天狗になるのよ。不思議だよね。人生変えちゃうよ、本当に。勘違いする。俺は、まあ、なんつうの、そういうなんか、冷めた目線で見てたし、あんまり勘違いしなかった方だけど、若い子だったらしちゃうよ。だってないでしょ、みんな。書くんですよね、とか。ないでしょ、女の子とかに。ないでしょ。だから、ほんとね、月1回ぐらい未だにあるもん。和道ですよね、和道、とか。あと、まあ、今のはちょっと誇張して、和道さんですよね、みたいにやったけど、おう、和道みたいな。配信見てるよ、とか。おっちゃんに。おい、和田は元気かとか、はじめまして、みたいな。いや、何言ってんだよ、俺見てるよ、バカがよ。頑張れよ、とか。あ、生っぽ早く抜けろよ、バカが。お前ダメだ、若いんだから。とか言われるんだよ。お、不思議な感覚だよ。本当に。全く見ず知らずの人に街で声かけられるっていうのは、本当になんか不思議な感覚。だから、なんだろう。ちょっと有名になったぐらいだよね。さすがに、いや、うなちゃんマン横で見てたけどすごかったよ。もう、ガンガン来る、ガンガン来る。レベル違うもん。大手になった金梅さんとかもっとでしょ。ねえ。いや、すごいよ。本当に。
世界変わるよね。それは勘違いするよね。だからちょっと売れない芸人さんぐらいになったかなみたいな。テレビに1回か2回出たことあって、ちょっと売れない芸人さんみたいな感じじゃない？これはね、多分やってみないとわかんないよね。ああ、火切れ。いやいやいや、新やつなんか俺の5倍、6倍ありますもん。いや、10倍あるか。全然、しかも客層が若いっすもん。若い女の子にキャーキャー言われてんだもん。それ勘違いどころじゃないでしょ。もう、むしろ勘違いするのが売りみたいになってくるでしょ。あの辺になってくると。ね。面白い世界っすよ。俺はさ、ほら、どちらかっていうと、ぶっちゃけた話、客層が、R30 って言ってんですけど、R30 以上って言ってて、みんな年齢いくつっすか？結構年齢層高いんですよ、僕。3、40代がメイン層なんですよ。まあね、若い子相手にしてないからね。皆さん年齢いくつぐらいですか？多分3、40代だと思うんですよね。いくつぐらいですか？何十代って特定されないぐらいで、書いてみてください。自分の年齢。結構ね、僕より、お兄さんお姉さん方に支持されてるんで。40。あ、各26なんだ。すごいな。26で1000万稼げるってすごいな。26。あー、でも若い人増えたな。あやかも26なんだ。若いうちに楽しんだ方がいいよ、人生。戻ってこないかんね。20代。あー、そう。あ、結構20代増えたな。いや、ありがたいっすね。結構ね、年齢上の層が多かったんだけど、若い人増えたんだね。ちょっと待って、ちょっと待って。ちんちゃん、ちんちゃん、和道さんはいい？和道でいいんですよ。え、なに？この風貌で俺の一個上なの？ちょっと待って、やばいでしょ。え、俺の一個上なの？嘘だろ？一回り上だったらわかるけど、その風貌でさ、ちょっと面白いな。かいちゃん40代。うん。25、あ、若い人増えたな。16からホームレスみたいな生活して悪いことしてた。あ、修羅場くぐってきたのに。まあまあ、最近年齢層増えてきて、ありがたいですね。ありがとうございます。もうほんといろんな人に支えられた放送をやってるんで。ありがたいし、いろんな人に見てもらえるのは。39だ。一個上ですね。初見さんいらっしゃい。なんて読むんだろうな。ヨーナさんかな？ヨーナさんでいいのかな？なんて読むんだろう。読み方を教えてください。面白かったらフォローしてください。コメントありがとうね、初見さん。マメさん40代。クジラくん42。まあでもやっぱりボリューム的には3、40代多いっすね。結構可愛がられキャラなんですよ。はるなさんか。これはるなさんって読むの。ごめん、漢字弱いから。ひな、全然ちげえじゃねえかよ。全員ちげえじゃねえかよ。なんだよ。ひなじゃねえかよ。ひなさん。はい。ひなさん、初見さんいらっしゃい。ちいちゃんさん、バーガープレゼントありがとうございます。あ、全員違うじゃん。面白いね。でもさ、田舎の方に行った時感動した。俺、今でも忘れないけど、四国とか回ってた頃に、ね、おっちゃんのリスナーさんが来て、和道くん、和道くんって言って車で迎えに来てくれて、その人が通ってるお寿司屋さんに連れてってくれたの。地元のお寿司屋さんに行きつけの。この子和道くんって言ってねーって、この子和道くんって言って、すごい人気者なんだよって、嬉しそうに語ってくれんの。四国の田舎のおっちゃんが、もう配信大好きで、俺和道くん大好きなんだよって、こいつ頑張ってるんだよって、この子ちょっと最近有名になってきてねーって言って、もうすごいよくしてくれたの。今でも忘れない、本当に。あの人忘れないよ、ほんと。あの笑顔っていうか、ああ、俺の配信こうやって楽しんでる人もいるんだなっていう。そうそう。地方の方の人だとさ、なかなか会えないじゃん。だから旅したいんだよ。みんなに会いに行きたいの。どんな人なのかさ、やっぱ会って飯食わないとわかんないし、その感動はぶっちゃけた話、配信者の独り占めですよ。このリスナーさんとの触れ合いは。裏でね、どんだけあったかい思い出とかエピソードとかあるか。ね、素敵でしょ？すごい可愛がってくれて、もう本当に、この子、可愛い可愛いって本当にね、やってくれて。ね、あと、
あの、金貸しさんっていうリスナーさんがいて、ワード困ってんだったらこれで面白い配信しろよって数万円渡してくれて、ねえ、応援してっかんな、頑張れよっつって、ベンツでブーンって、かっこいい人もいたし、あとね、天丼マンって言ってさ、あの、すごい応援してくれて、今、このパソコンね、壊れちゃってるけど、このパソコン支援してくれて、食べ配信支援してくれた人がいて。今、新宿ですね、僕は。東京の新宿です。埼玉来たら本気で美味しいご飯屋行きましょう。あ、ういっす、頑張ります。もう、ね、これで今月、15万稼げたら、ほんと日本全国もあるんで、応援よろしくお願いします。今ね、残り10日でね、7万円稼がないといけなくて。ふれあいの旅っていうか旅だね。旅だね。旅ですよ。人生経験あげないと。旅です。旅はね、苦労する。旅行に行くんじゃないの。旅をしに行く。出会いを求めに行くから。友達増やしに行くんですよ。ねえ。やっぱ大好きな配信だから裏切りたくないよね。大好き。横浜でお持ちします。ういっす、ういっす、ういっす。ぜひぜひ会いましょう、皆さん。飯食いましょう。マジで。もうマジでリアルにね、いろんなところ回って日本全国制覇しようと思ってるんで。一緒に旅しましょう。フォローしてくれた人は一緒に旅するって感じなんで。僕がカメラマンで、みんなと一緒に世界回ろうって約束してるの。俺の大好きなご飯屋さんですげえ気さくな老夫婦がやってるお店でうまい。いいよねー。そういうのいいわ。そういうのいいよね。なんか歴史を感じるよね。群馬で、了解です。了解です。まずはね、北海道を目指すから。千葉、茨城。どこだ次は福島か。福島、宮城。その後は、岩手、青森かな。で、北海道。北海道、多分長くなると思います。北海道のリスナーさんすごい多くて、ワド来い、ワド来いってみんな昔から言ってくれてるんだよ。埼玉行きますよ、全然。行きます、行きます。ぐるーっと回ってくるんだよ。ちょっと時間かかるかもしんないけど。まあ、それはそれでね、旅の醍醐味かなと思って。で、白い布買って、そこに日本地図書くんですよ。日本地図を書いて、そこにみんなで寄せ書きしてもらうんだよ。よくない？日本地図、でっかい日本地図、布をこうマントにして、で、リアトズしてくれたらマッキーで名前書いてもらうの、コテハンを。カー君とかさ。で、旅、日本の旅が終わったらそれ壁にバーンって貼り付けようと思って。よくない？うん。そしたらみんなの思い出がさ、一枚の布にバーンってなるじゃん。そう。それをやりたいな。それマントにして、旅しようかなと思って。それが僕の夢ですね。今一番叶えたい。今やりたいことですね。僕の夢です。おーい！新しいフォロワーさん、ひなさんフォローありがとうございます。いいでしょ？うん。いや、それをやろうと思ってるね。地方の人は本当にあったかい人ばかりで、自分も疲れたら地方に。地方の人いいっすよね。僕、あれなんですよ。沖縄の血が半分入ってるんで、沖縄のね、あの、ウチナータイムとかもいいっすよね。みんなあったかくて。ゆっくり時間が流れてて。ゴールした時感動だよね。俺がやりたいのはさ、だからあの、昔のテレビで面白かったの、電波少年っていうのがあって、今の若い人知らない人多いけど、有吉が有名になったやつだよね。20代前半で。ああいう感じでもう本当の旅をやりたいんですよ。ゴールで、もうみんな感動して泣くぐらいのさ、ヒリヒリした刺激を、ね、やっぱ、不可能にトライするのがやっぱ人間だから、懐かしいですよね。僕ら、ドストライクの世代ですよね。あれ、あの感動を自分でも味わいたいね。半分沖縄、あ、そうなの？あ、そうなんだ。俺も半分沖縄だよ。うん。俺のばあちゃんは与那国だね。いや、台湾の方も近いからね。与那国とかだと。本土よりも台湾の方が近い。ナスビとか懐かしいですね。検証生活。岩手と東京のハーフだ。うん。半分琉球王国の血が流れてるからね。だからね、沖縄の言葉でいい言葉、なんくるないさ、なんでもないよ、なんてことないさっていう、なんくるないさっていう。辛い時いつも言い聞かせる自分に、なんくるないさって。新しいフォロワーさん、K さんフォローありがとうございます。一緒に旅行きましょう。ありがとう。岩手もいい？あ、岩手行くよ。岩手行くよ。15万で日本回れるかな？どうだろうね。とりあえず15万スタートかな。うん。
みんなが応援してくれてアイテムすげえね、投げてくれてるから、やっぱこの流れに乗っかって旅に出たいね。もう15万稼げたら、もうバーッと出ていこうと思ってるから。うん。まあ、毎月15万ぐらい稼げないと厳しいよね。おー、ありがとう！ハートプレゼントありがとう。旅の資金に使わせていただきます。岡山県視野に入れてますか？全部回る。全都道府県行くから。全都道府県行くから。っていうかむしろ来いって言ってほしいよ。今近くにいるんだったらこの駅に来いって。行くから。猿岩石とドローンズのヒッチハイクの旅感動した。ねえ、いいよね。うん、感動するよね。イレブンさんありがとう、コメント。面白かったらフォローしてね。ワンコそば。ワンコそば岩手だっけ、うん、夢あるよね。みんなと行くんだよ。みんなで一緒に行くんだよ。俺があくまで、やるだけで。みんなと一緒に世界を旅する。で、今度日本全国終わったら、今度海外行くから。うん。一人っすね。一人。だけど、それも、リスナーさんも、ヒッチハイ、例えばヒッチハイクしたり、電車で行ったり、飛行機、フェリーとかも乗ったりとか、いろんな、もう、何にも考えないで行く。で、例えばリスナーさんで、隣の県まで行ってやるよとか、車持ってるからワド乗れよとか面白いじゃん。うん。そういうことやりたいの。ヒッチハイ、ある時はリスナーさんの車で移動して、観光スポットとか回ったりとか、もうみんなと触れ合って行きたいの。で、手段は問わない。本当に。岩手はワンコそばと、ああ、はいはい、じゃじゃ麺。はい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 。そういうね、やっぱ、地元ならではの、ね、住んでる人ならではの美味しいものとか、地元の美味しいものとか紹介してもらいたいね。ああ、全然全然、もう、わけ隔てなくみんなと一緒に旅するって決めてるから。じゃあ、こっちが横浜は任せて、とか、北海道は俺に任せろ、みたいな感じで面白いじゃん。だからここでみんなでコメント打って、ああ、かーくんこんな人か、とかさ、あ、イレブンさんこんな人か、とかさ、ね、面白くない？ひなさんってこんな人だったんだ、とかさ、もうみんなで盛り上がれるじゃん。みんなコメント普段打ってるメンバー、月見ちゃんこんな人なんだ、とかさ、そういう感じでやりたいんだよね。うん。ニコ生でリスナーだったユン、おお、ユンいらっしゃい。ユン、ヌーボーありがとう。ありがとう。フォローしてね。うん、ユンありがとう。仙台来るよ。行くよ、行くよ。仙台近いよ、だって。だって、仙台は、仙台は上だよね。福島の上だよね、仙台は。仙台はだから結構最短ルートで早めに行くスポットだと思うよ。ヌーボーありがとう。ありがとうございます。うん。ああ。楽しいよね。なんか今の時代だからこそできること。あ、いつもいかに言ってた。古代さんおはよう。ワドツ。俺は配信三昧ですよ。1000人超えましたね。楽しそうでしょ？うん。牛タン食べようね。うん、牛タン食べよう。うん、今の時代。今の時代にしかできないこと。それで、今見てる若い10代の子が、いや、昔ワドっていう放送があってねって言われたら楽しくない？うん、兵庫行くよ、行くよ。だってさ、俺らはさ、猿岩石の話してるけど、今の10代の男も昔ワドっていう放送があって20年前だから知らないだろうって。インターネットの時に世界中回ってたやつがいるんだよって言わせたいじゃん。妊婦なのでリアドとかできないけど配信楽しみにしてます。オッケーオッケー。うん。群馬から林県まで車出します。助手席乗ってください。アザース。アザースカイチ。いいね。どん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 。だから、夢って、一人で見、あのね、これ俺の大好きな言葉。小野陽子さん、ジョン・レノンの奥さんの小野陽子さんの言葉で、俺が大好きな言葉です。一人で見る夢は夢でしかない。でも、誰かと見る夢は現実だ。小野陽子。素敵でしょ？素敵じゃない？この言葉大好きなの。一人で見る夢は夢でしかない。でも、誰かと見る夢は現実だ。俺はこの言葉が大好きなの。うん、だから今みんなが一緒にやろうよって言ったの、俺の一つのたった夢、寝てみる夢でしかなかったものが今現実に変わろうとしてるんだよ。これがすごい素敵だなと思って、これが楽しいんだよね。いいよね。この言葉すごい好きで、ずっと胸に秘めてる大事な言葉ですね。なんか結構名言集とか漁ってた時期があって、ノートに書いてるんですよ。人生楽しまないとダメだなと思って、一回こっきりなんだよ。うん、なんか人生一回楽しみます。悔いのないように。やらないで後悔するの大嫌いなんですよ。
後悔ってやらな、あの時やればよかったなっていうのって嫌じゃないですか。あの子に好きなんだよなって、あの子に告白したらいいのになって、振られるかも、やめとこうじゃなくて、それ一生心残りが嫌で、振られてもいいから好きなことだけ伝えようっていう。嫌われてもいいから、あなたのこと愛してますって。あなたのこと本当好きですって。大嫌いって言われた方がいい。やり残したくないですよ。一個一個のことを。そう。いつか旅に出よう。いつか金持ったら、いつかやろうっていうのが嫌いで。今やるべきことをやりたいっていう。淡々と。そう。明日死んじゃうかもしんないからね。短い命だから。新しいフォロワーさん紹介します。ユンさんフォローありがとう。一緒に旅しましょう。ありがとう。新しいフォロワーさん、新しいフォロワーさん、京平さんフォローありがとうございます。ありがとう。いいね、仲間が増えてくね。仲間が増えてく、嬉しいな。まあ、行動が全てだよね。行動と結果が全てだよ。失敗しても俺はいい。失敗してもいいから行動をしたい。結果は成功するか失敗するかは神様が決めることだけど、行動しなかったら成功も失敗もないから。俺は行動したい。結果を残したい。失敗でもいいから。俺が失敗したことっていうのは誰かがね、叶えてくれるから、成功に導いてくれるから。4つ目ね、新しいチャンネルにしました。新しいチャンネルフォローしてください。YouTube 下にね、書いてあるんで。もう手遅れでしょ。もう髪の毛の夢は諦めました。もう生えてこないです。極楽地蔵さんいらっしゃい。いやーもう無理ですね。手遅れですね。もう頭皮に関する夢は僕は持ってないです。ああ、賞賛なくてもね、告白したいよね。ああ、俺は青春がしたいんだなって思うな。多分ね、まだね、青い春を追いかけてるんですよ。本当に。青春っていうのは、取り返しのつかないことをやることだから。そう。取り返しのつかないことをやってしまうことが青春っていうんだよね。だから多分今も青春してるんだと思う。そう。大人になるっていうのは青春を経て大人になるからね。まだ子供です。まだまだ子供ですね。そういや YouTube の毎日配信のやつどうなったの？あれ支援生活だっけ？そう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 。やってたけどね、俺が減らって全アカウント爆発したの。ニコ生、スカイプ、LINE、Twitter、YouTube、もう引退しようと思って、この世の中が消えて死のうと思ってたの。本当に減らって、もう才能ないわ、つって死のうと思って。全アカウント消しちゃったのね。そう。で、そっから帰ってきたよ。ゆっくりゆっくり時間かかったけどね。ワードどこ行ってたんだバカ野郎って。早く帰ってこいよってみんな言ってくれて。帰ってきました。振られてもしばらく好き。そうだよね。どうなんだろうね。純粋っすかね。どうだろう。そう、全部消しちゃったの。ワドって名前を消して、高光って名前で配信やってたんだけど。みんながワドーに帰ろうっつって、お前はワドーだろうって、裏切るなよって、ここまで応援したんだから最後までやれってみんな活入れてくれて、ようやくね、ふわっちで、アクティブ100とか戻ってきましたね。みんなありがとう。みんな、帰ってきてよ。ワドー、悪名高いワドーが帰ってきてよ。みんなよろしく。子供の時は大人になりたくて、大人になったらガキに憧れる。あー、そうだね、そうだね。でっかい赤ちゃんだよ、俺は。ね、本当にそう。今 YouTube で動画は作ってないけど、ニコ生、ツイキャス、フワッチ、全部の配信サイトの動画の録画は全部 YouTube に上げてるから、YouTube に見てくれたら全部の配信フォローはできると思います。家実家じゃないですね。僕は一人暮らしで。ふわっち、いや、まあ、ニコ生好きだよ、俺。正直言うと。ただ、運営の体質が嫌いなだけ。今はふわっちだね、断然。金稼げるからとか、どうとかじゃなくて、運営がすごい気持ちが入ってて、ふわっちを盛り上げようっていうのが伝わってくる。
まあ、もうふわっちでやってくって決めてる、半年間は。あと5ヶ月はふわっちで盛り上げるっていう。ふわっちと言ったら和道だろう、みたいな。配信以外で何で稼いでるんですか？今、バイトやってるの生活保護ですね、僕は。半年、3年前に、ホームレスになっちゃって。で、その話ずっとしてたんだけど、今日は。で、一回、その生活保護になっちゃって。で、3ヶ月ぐらい前から働き始めて、バイトでは7万ぐらいですかね。うん。子供の目線って大人になるとわからなくなる。あー、そうっすよね。もっとキラキラしてましたよね、世界。だから今は、その、生活保護を受けてて、バイトと、その、配信。で、それを申告して、引かれたり、いくら手元に残していいですよ、みたいな。で、もうそろそろ、バイトでも稼げるようになったし、ふわっちでも稼げるようになったから、15万稼げたらもう生活保護やめようと思ってて。だったら、もう仕事もやめて、ふわっち1本で稼いで、それで全国みんなに会いに行って、行こうと思ってる。うん。あ、ニコ生野田ね。うん。まあ、みのりさん見るかな、たまに。うん、まあ、見る配信者減ったよね、ニコ生も、うん。新しいフォロワーさん紹介します。770人目のフォロワーさん。エビスさんフォローありがとうございます。エビスさんありがとう。一緒に旅しましょう。ありがとう。だからもし応援してくれる人はぜひぜひ、YouTube と Twitter もフォローよろしくお願いします。ありがとう。ふわっちも大事ですけど、YouTube も、過去の動画でいっぱいあるんだよ。うん。ニコ生はほとんど見ないな。そうだね。やっぱ、プレアカ持ってないと、ダメだからね。プレアカ持ってないとほんと追い出されちゃうから。うん。もう、ニコ生の大手はニコ生社員みたい。ああ、まあ、専属みたいな感じだよね。いや、僕はもう赤裸々に話してますね。生活保護は。隠してないです。うん。だから不正受給とかしてる人とかもいるんで、中には。リスナーさんからお金引っ張って、生活保護もらって、なんかこう、二重に美味しい思いしようみたいな。僕はそういうのはいつか捕まると思ってるんですよ。だから、その生活保護の問題とかもちゃんと社会問題として、その生活保護者のリアルっていうのを知ってほしくて、なんで生活保護を受けなきゃいけないのか。で、受けたらどうやって抜けるのか。一体いくらもらえるのか。で、実際、ね、いいことと悪いことがあると思ってるんで、両方ともちゃんとしっかり判断してもらうためにリアルを話してますね。うん。初見さんいらっしゃい。エビスさん、フォローありがとうございます。ツイッターだけやってないんで残り2つをフォローしました。ありがとうございます。正直言うとね、配信者で、多いです、生活保護。僕も配信長いんで、いろんな生活保護を隠してる、お金も収入も得てて、申請もしてない配信者5万と見てきました。ただ僕は、チクったりはしないです。くだらないんで。いつか痛い目見ると思ってるんで、うん。ゲーム実況しか見てない。隠してると叩かれちゃう。バレた時に、まあ、リスナーさん裏切ることになるからね。うん、バレた時、痛い目見るだろうね。ブーメランで帰ってくるよ。いつか。それは思うかな。正しいことをやってれば、うん、別に堂々とやっていいんだからさ、うん、で生活保護だから配信やっちゃダメとかそんな法律はないわけだ、うん、みんながさ言論の自由ってあるわけだよ、表現の自由ってあるわけだよ、うん、ただ不正受給はやっぱダメでしょ、うん、だからカウンターだよね、うん、生活保護でこういう生活してますよっていうのをリアルに見せるっていう。和道さん、最初名前からして怖そうだったけど、笑顔はキュートで惚れました。ありがとう。うん。悪名は高いからね。皆さんご存知の通り、悪名は高いから。見に来た人、噂って怖いよ、本当に。配信やってると噂っていうのがどういう風に広まるかよくわかるから。見に来たことない人があいつは嫌いとか言うわけよ。お前、俺の配信見たことあんのかよみたいな。そうそう、噂だけ信じて、噂だけ広まっていくから。うん、ただね、実際やっぱ触れ合ってみると、印象って全然違うんだよね。だからよく俺の放送見に来てくれる人は、あ、全然イメージと違うっていうね。ヤンキーだと思ってたとか、怖い人だと思ってたっていう人多いけど、まあ、見てもらえばわかるけど、オタクなんだよね、俺。生粋のこってこてのオタクキスで。うん。だって漫画こんな、オタクの部屋に漫画こんなにないでしょ。漫画こんな平積みするぐらいないでしょ。うん。コテコテのオタクだし、アニメ語ってるしさ。スタジオジブリとか、ね、そんな話ばっかりしてるからね。
だから事実は小説よりきなりとか言うしね。百聞は一見にしかずとか言うもん。目で見てみないとどんな人かわかんないし、触れ合ってみないとどんな人かわかんないよ。まあ見る前は詐欺師だなんだと悪名高いワドさんだったよね。いやまあまあ、本当に悪名高いですね。うん、いや俺はオタクっすね。もう喫水の。自分でオタクだと思う。考え方がオタク。しかもクラシックなオタクだよね。知識自慢をするっていう。人よりも自分の分野では知識持ってないで嫌なタイプっていうかさ。うん、典型的なオタクの考え方だと思う。オープンにしてる人の方が好感ある。うん。詐欺師は誤報。いや、だけど、ほら。いや、実際にさ、詐欺で刑罰受けてるから。詐欺罪で逮捕されてるから。だから、それがでかいよね。それはさ、俺、もう別に隠してないじゃん。実際詐欺で逮捕されたこともあるし、ヤフーニュースのトップにも載ってるわけじゃん。だから、まあ、それは事実だから。うん。ただ、その、冗談でさ、詐欺師詐欺師って、ね、言ってるつもりでも、それを真に受ける人ってネットっていっぱいいるし、噂が広まったらそれが真実に変わるんだよ。インターネットの怖いところってそこなんだよね。うん。本当は出し子じゃん。出し子っていうか、受け子っていうらしいよ。正確には。出し子っていうのは ATM で出す人のことを出し子っていうの。で、俺リアルにおばあさんに会ってるから、受け子っていうらしい。警察に言われたのは。うん、だけどさ、みんな誤解してるのが、俺がばあさんを600万ね、ああだこうだ言って騙し取って、俺が600万使い込んだと思ってるけど、実際は全然違くて1円も手元に残ってないし、実際600万の事件が1個だけしか逮捕されてないけど、あれって総額20億の事件なの。だからそういうさ、裏側とかも全然知らないわけじゃん。本当は20億の大事件なのね。全体のその詐欺グループがやった被害額って20億で。そのうちの1個の事件が600万なの。で、20億の被害、総被害額の主犯は捕まってないし、なぜか騙されて受け取りに行った俺だけが主犯格扱いされて、メディアでバーって書かれたわけじゃん。他のやつ書かれてないんだよ。なんでっていう憤りがあるよね。全然、1個だけね、ブログで詳しく解説してくれた人が1人だけいたの、ジャーナリストで。こいつは、受け子で、本当に知らなくて、こうでこうで、裁判記録とかも全部引っ張り出して、フェアに。まあ、ただ、過ちも認めてるし、執行猶予は、妥当だと。書いてくれてるやつが一人だけいたけど、あとはもう全員違うよ。こいつが主犯だみたいなさ、新聞社のさ、コピペを貼ってさ、こういうやつに騙されないでくださいみたいなのを貼って、テンプレ貼って、ブワーって広まっていくんだもん。うん。夜中にワドさん何したんだっけ？夜中に、和道ペンギン裸で雪で滑ったやつだっけ？部屋の前道路でなんかやったやつ、カメラ固定して爆走した。和道ペンギンって呼ばれてて、雪が降った日に道路にすっぱだかになってヘッドスライディングした。それじゃないかな。和道ペンギンってみんな言ってんだけど、雪の日にザーってペンギンみたいに裸になってスライディングしたやつかな。多分それ和道ペンギンって呼ばれてるやつだね。まあでもね、本当にね、ヤフーニュースの威力はその時初めて知ったからね。本当に働けないんだと思ったよ。アルバイトそら、今さ、Facebook とかね、Twitter とかみんなやってるから、就職するときみんな検索かけるんだよ、名前で。いやー、すごい時代だよね。バイトすら受からない時代だからね。本当にきついよ。うん、本当きつい。おお、熱い、うん、熱い、ああ、おお、やば。火事になるところだった。熱い。いやー、北海道でやりたいね、和道ペンギンはね。北海道の雪が降ってるところでやりたいね。
あ、マッチ、なんだっけ、何事件だっけ。あ、マッチで火事になったやつだよ。あれはすごい燃えたかんね。あれはわざとやったんじゃないかっていうぐらいアホだったよな。ゴーゴーと燃えてたもんね。うん。有名になったよね、あれ。あれは笑ったわ。ニコ生のライター事件。あれ、ニコ生じゃないらしいよ、本当は。なんか、仮想配信サイトだよね。なんか忘れちゃったけど。あれ、ニコ生じゃないって聞いたよ。なんか、ジャスティン TV だかなんか聞いたことないような配信サイトで、なんか、やってたらしい。ワドペンギンもう残ってないかもな。わかんないな。コンドームマンは残ってるよ。コンドームマンの爆笑したやつは残ってるよ。なんかみんなが。あれ面白かったよね。あの人なんで火がついたゴミ屋敷の奥にもって。あれ謎だよね。音楽かわいい。ありがとう。これね、なんか、はじめ社長もこの音楽使ってるらしいね。なんか、フリーで、やっぱ、みんな配信やるみたいだから、配信とか動画に使うから。なんか、はじめ社長と被ってるとか言われるね。あと、みんな知ってる？これ。YouTube で、これ、感動したんだけど、俺の Twitter にも載ってんだけど、今これ、すごいよ。これ。あ、ちょっと待って、CM 流れてた。ちょっと待ってね。これマジで感動する。これ宇宙から生放送してんの、これ。これやばくない？これ宇宙飛行士が宇宙からこれリアルタイムで生放送なんだよ。ついに来たなと思ったもん。超高画質なの。やばくない？これマジでリアルタイム生放送なんだよ、YouTube で。これ見たとき超感動した。これは時代が変わったなっていう。すごいと思った。まさか宇宙から生放送される時代が来たのかと思って。すごいよ。ライブライブ。ライブ。YouTube でね、宇宙から生放送とか検索したりとか、俺の Twitter のログ辿っていけば多分あると思うよ。感動するよ。癒されるよ、本当に。YouTube ライブ。で、宇宙飛行士が作業やってんのも全部見えんの。手とかも映んのよ。だからここについてるカメラ。で、超高画質で宇宙見えんだよ。やべえな、Google やばいと思った。まだね、そんなに広まってなくてアクティブ2000とかなんだけど、これ広まったら多分見る人増えるぜ。うん、YouTube もライブ力入れてるからね。いや、びっくりだよね。驚いたわ、これは。まさかこんな時代来るとはなぁと思って。生放送のパワーはすごいよ。まだまだ伸びるよ。まだまだ来ると思う。すごいよね。びっくりした、俺は。よし、そろそろ終わりにしようかな。そろそろ仕事9時からだから、一旦終わりにしようかな。みんな朝まで付き合ってくれてありがとね。残り5分で終わりにします。すげえな、ちゃんまんすげえな、まだやってんだ。すごいわ。初見さんいらっしゃい。ゆきちさん、コメントありがとう。面白かったらフォローしてってください。ありがとう。いや、すげえ体力だな。どうしようかな。体ストレッチしたりとか、なんかプライベートの部屋片したりとか、飯食ったりとかしようかな。今寝たら多分起きれないと思うから、なんか部屋で回ったりすると思う。動画とか見ながら。結構ね、喋るのって根気がいる作業なんですよ。だらだら喋ってるように見えてもね、実は配信って結構難しいんですよ。結構体力使うしね、頭もパンパンになる。ご飯食べながら見ようと思ってた？ごめんね。あ、フォローありがとう、ゆきちさん。ありがとうございます。もし今日面白いなと思った初見さんいたらフォローしてってください。俺のおすすめはうなちゃんまんかな。
そうそう、やっぱね、いい配信したいから、ダラ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 長く続けてくるよりもね、休憩入れて喋れる時にバーって喋った方が有意義な時間になるからさ、うん、みんなにとっても、うん、新しいフォロワーさん紹介します。ゆうきちさん、フォローありがとうございます。前休んでしまいましたよね。うん、前休んでしまった。うん、みつさんいらっしゃい、コメントありがとう。うん、そうそうそう、やっぱ休憩も大事ですよ。休憩もいい配信をするには、うん、今結構ねライブやってる人多いから、まあシャンマンもいるし、金梅さんもいるし、うん、寝坊して、そう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 、だから寝坊しないようにしないと、うん、会社ね、うん、やっぱ仕事は仕事だからさ、うん、会社遅刻しちゃったね、休んだんじゃなくて、うん、土日で結構、金曜と土曜日ゆっくり寝たから、もう体力はだいぶ回復したかな、すごいクマできちゃってたんだけど、体調悪くて。あとまあ、ワンタロウくんっていう配信者がおすすめかな。ワンタロウくん今配信やってるから。もしよかったら、新生活4日目っていうワンタロウくんの放送見に行ってあげて。和道っていうと、コラボもしてるから結構和道と絡みもあるから。いやー、怒られます。まあ、そんな怒られなかったかな。うん。つみきちゃん風船ありがとう。じゃあ残り1分です。ありがとうございました、皆さん。アイテムたくさんくれた人ありがとうね。ありがとう。じゃあお疲れ様です。また、仕事から帰ってきたら放送をやると思いますので、バーガープレゼントありがとう。みんなありがとうございました。バーガープレゼント風船10個ありがとう。お疲れ様です。このアイテムは大切に使いますので、アイテムありがとう。バーガープレゼントありがとう。アイテムラッシュありがとうね。また頑張ります。うん。さくらさんありがとう。コメント。お疲れ様です。皆さん、おやすみなさい。うん、まあ、皆さんもお仕事月曜日なんで頑張ってください。一緒に。頑張りましょう、月曜日。多分、仕事が溜まってますよ。レイさんありがとうね、また来てね。うん。ありがとう。沖縄とハーフだよね。一緒だね。ありがとう、レイさん。皆さんありがとうございました。楽しかったです。つみきちゃんバーガーありがとう。バーガーありがとう。お疲れ様です。バーガーありがとう。ありがとう。エンディングに。みんなアイテムくれてありがとう。ファッキープレゼント。あ、ノンタ起きてたんだ。うん、ファッキーありがとうね、ノンタ。うん、ありがとう。風船10個ありがとうございます。ありがとう。うん。じゃあみんなおやすみなさい。お疲れ様、カイチさん。お疲れ様です。みんなありがとう。一緒に旅しましょう。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。